こんばんは。7時になりましたので、AITC コミュニティの第3回目のオープンラボを開始したいと思います。今日もお集まりいただきましてありがとうございます。私は AITC コミュニティで代表を務めております、田原と申します。前半戦の MC 役をさせていただきます。よろしくお願いいたします。え第3回。 オープンラボメタバースの連続講座の2回目入門の2ということになりますけれども、えー、前回3月に引き続きまして三菱先生にご登壇いただいて講演を続けていただきます三菱先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします <laughs>、はい、先生からお話をいただきます前に皆様にちょっとお願い事そして AITC コミュニティの簡単なご紹介をさせていただきたく思います まずは、えー、ここにお書きしてます通りなんですが、マイクとカメラは基本的にオフでお願いいたします。また、公開用の録画を行っておりますので、この点、あらかじめご了解をお願いいたします、えー。基本的にはということになりますけれども、ご質問、ご意見等ございましたらば、チャットの方でお知らせいただければと思います。また、終了後にはアンケートにご記入をぜひともよろしくお願いいたします。 本日の流れですけれども、次のページでご覧いただきたく思います。まず、今の、まあ、お願いに続きまして、もう少々 AITC コミュニティの概要をご紹介したく思っております。10分程度で切り抜けたいところなんですが、それが済みましたら、三菱先生にバトンタッチをいたします。ご講演と質疑応答で えー、9時ちょっと前ぐらいまでというふうに予定しております。まあ、先生にはご講演の方、えー、8時半ぐらいを目処にお願いできたらいいのかなと思っております。その点は、まあ、お任せしてまいりたく思います、えー。最後にクロージングということでよろしくお願いいたします。さて次からでですね、もう何回、あ次のページにお願いいたします、えー。これはもう皆様ご覧いただいているかと思います。 三淵先生デジタルハリウッド大学大学院の教授ということでメタバースの教会の理事をされたりまたは私ども AITC のコンソーシアム時代から引き続きコミュニティでも顧問をお願いしてございます特にあのコンソーシアム時代ビズ a r 研究部会というのをやっておりましたし今は XR の方に幅を広げてやっておりますグループ活動ここのところに先生にいろいろご指導いただいている現状でございます さて次のページからが、えー、再三申し上げておりますコミュニティの概要ということをご紹介になるんですけれども、えー、これが経譜となりますもう皆様ご承知おきかもしれませんけれどもここにご覧いただきますとおり出発点はそもそも j a v a の活動をやってた3つの団体が集合して XML コンソーシアムを立ち上げましたっていうところに起点があるんですけれども。えー XM コンソーシアムを2000年から2010年まで活動いたしまして、XM の普及を見届けた上で、コミュニティにし、そして次の活動として、AITC コンソーシアムを立ち上げました。AITC というのは、日本名で言いますと、先端 IT 活用推進コンソーシアム、これを AITC と。 申し上げているわけですけれども、AITC コンソーシアムとしては11年間活動してまいりました。えー、ことに先端 IT の普及、啓発、まあ、利用の推進を掲げて注力をしてまいりましたけれども、主だったところでは IoT、そして AI、ブロックチェーン、量子コンピューティングなどなど、たくさんの分野を手がけました。そして最後の段階では DX の啓発活動にも注力したと。 いうところなんですが、xm コンソーシアムの時代の引き続きということで、気象庁関係の活動もいたしまして、気象庁の長官より表彰を受けたという経緯もございます。まあ、こんな活動を11年間やって、もうそろそろこのコンソーシアム活動はよろしかろう。一旦区切りを打ちましょう。ということで、会期満了をもってコミュニティに返信をしたということでございます。 ちょっと次のページをご覧いただけますでしょうか。次のページで、コンソーシアム時代の活動を、まあ、概要をざっと図にしてみたものなんですけれども、真ん中のところに5つの部会がございます、クラウドコ、コンテキストコンピューティング、右の方に行ってビジネス AR、下の方でユーザーエクスペリエンス、そしてナチュラルユーザーインターフェース。この5つの部会がそれぞれの活動をし、そして そのそれぞれの本領の部分を持ち寄って一つのテーマにチャレンジする実証実験的なものをやるということで共同プロジェクトっていうのをやってまいりましたこれがコンソーシアム時代の中核となる活動だったんですけれどもこの活動をオープンにしていきましょう必ずしも会員でなくても結構です機械の方にもどんどん我々が 培っててききたものを伝播していきましいいまょうということとこでオープンラボこれも主たるものだったんですけれどもあるいは勉強会 IoT とか AI の、えー、勉強会をやりまた一方では女子会とかセニアといった、えー、相手方を絞った活動もしてまいりましたまたその他にもですね、えー、グリーンの色やら オレンジの色々ついておりますけれども学会ともいろんな発表の場を持たせていただくあるいは、えー、いろんな、えー、助言をいただくといったようなところで学会活動もジョイント誌というようなことをやってまいりました、えー、こんな活動を11年間やりましてさて会期ですよということで生まれ変わりをしたわけですけれどもちょっと次のページをご覧になってください。 11年間大変いろんな活動いたしましたんで生果物を管理していく団体も必要になりますそして何よりも皆様が求められたのがこのコンソーシアムで培った人のつながりをずっとキープしていきたいこういった声でございます皆様の熱烈なその声に応えるべくですね私どもはやはり後継団体として新しい形態を施行しようというふうに思いました それがコミュニティということなんですけれども、それまでの活動が企業を主体にしておりました。XMU し官、AITC コンソーシアム、しかりなんですが、それを個人を主体にする活動に変身させていこうということでコミュニティにしたんですが、やはりこれには時代の要請、時代の変化といったものがあります。もうちょっと以前から 個人ベースの活動いいんじゃないのかなと思っていろいろ検討したときはあるんですけれどもやっぱり企業主体であることが、まあ、活動の推進力でもあるということで企業中心で行ってきましたけれども今回は個人にお主体にいたしますということで会員の一人一人に責任を持っていただいてその代わりやりたいことを自由にのびのびとやっていただく場。 そしてそれが皆様の未来につながったり、未来を開いていくという活動ができる場、そんなコミュニティにしていきましょうということを考えております。こんなことで生まれ変わりました、去年の10月22日のことでございます。そしてこの3月から AITC オープンラボコミュニティとしてのオープンラボを再開したり、 あるいはコンソーシアム時代の活動を持ち込む形でグループ活動を継続してくださっている方たちがいたりということで活動を展開している真っ最中です。ちょっと次のページをご覧になってください。これから活動の範囲。 対象とする技術分野っていうのはどんどん広がっていく可能性ございますけれどもこれまでのコンソーシアム時代のメインとして今活動を展開しているところです赤字になっているところがまさに今日のメタデータこのあメタバースごめんなさいメタバースの連続講座を企画してくれたこのグループでもあります こういったところなんですが、これからも活動の形態も含めて、ちょっと次のページをご確認ください、えー。左手の方に会員の活動でございます。個人単位です。この個人単位でビジネス AR から解明しました XR、そしてコンテキストコンピューティング、そして共同プロジェクトとしてやっておりました空気を読む、これをスタジオとしてということでグループ展開がされております。 また今後皆様からのご希望で随時新しいグループ活動を追加してまいりますのでぜひご希望ございましたらお知らせくださいそして右手の方これが会員でなくても加わっていただけるような活動としてオープンな活動その最たるものが a i t 製オープンな本になります随時開催しておりますけれども3月から毎月、えー、開催をしているというところでございます今後、えー、状況を見ながら 特定のののテーマでの勉強会といいいいいううも随時開催しててきたいなという計画は持ってございます。また IT フォーラムの方は2月の4日に終了いたしましたけれども学会との連携あるいは私どもコミュニティの主催する活動の発表会こういったものも随時開催できればなというふうに考えているところでございます。 こんなところで活動を徐々に展開していって大きくしていくつもりですのであのまだ会員でない方どうぞご連絡くださいませ今日の会員あの参加者アンケートのところでも「股関節終わりですか?」という質問項目も設けておりますのでそのあたり参加したいなという意思表示などいただけましたらばまたご連絡させていただきます。というところで AITC コミュニティの概要をご紹介いたしました。 さて、ここから先生にバトンタッチをしてお話をいただこうと思います。えー、前回は、えー、セカンドライフ、19年前に流行りましたセカンドライフ、これを中心にお話しいただきましたけれども、今回は一歩進めていただいてメタバース入門トゥーということになります。それでは先生、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。えー、っとですね、ちょっとあのー、 今、私が映ってると思うんですけども、こっちの方をですね、ちょっと共有させていただくとですね、はい、あのこんにちは、三ちです、よろしくお願いいたします、みたいな感じでもって、<laughs> あの、えー、と今ですね、あのこれはあのうちの、えー、とゼミ生が卒業して、でまあ、自分で会社やってるんですけども、彼が作っている、えー、ナイスカメラというものなんですけども、要はアバターでもってコミュニケーションを取ると。で 彼自身は、えー、今このアバターを使ったです、ね、コミュニケーションを何に使うかというと、教育に使おうとしてます。えー、小学生とか中学生とか、えー、そういう人たちにとってみるとですね、先生の存在っていうのは意外に大きいんですね。なので、その中でもって、まあ、あの、こう、なんていうんですかね、こう、老けたおっさんが出るよりも、こういう感じですね、なんとなくこう、スマートな感じで出た方が、多分皆さんもね、聞きやすいし、没人しやすいっていうのは研究でも分かっています。 で今日の話はですね、まずあの、そのアバターっていうものについて、皆さんとちょっと考えていきたいかなと思ってますし、えちなみにですね、このアバター、今ですね、日本は、あのまあ、これちょっとアニメっぽいアバターだっていうふうに思われるかと思いますしあの、Facebook とかメタで使われているリアリティのあるアバターとはちょっと違うように感じると思うんですけども、えー、ともともとこれもしっかりと 3D で作られてます。 なので、まあ、シェーダーっていうんですけども、表現の仕方だとか、そういうのをアニメっぽく見せてるだけで、実は3次元で動いてるんですよ。この、あのあのなんていうんですかね、アバター自体はです、ね。で、えーと、これが、まあ、メタバースの中でもって、みんなでもってこうコミュニケーションを取ったり、えー、といろんなことができる。まあ、また逆に言うとですね、ちょっと今これでもって、ピってやるとですね、アバターを変えられますけども。 えっと、これでもって選択でピッて隠すとこんな感じにあのなります。<laughs> なんかね、ツインテール、あの、こう揺れてるの分かると思うんですけどこんなのがですね、実はこのアバター作るのに多分、まあ、1時間かかんないかな、あの、慣れてるとですね、5分とか10分でできちゃいます。いうぐらいに、今、簡単にですね、アバターができるツールですとか、いろいろなものがで出てます。で、まあ、そのうちですね、このアバター同士でもって、こう、コミュニケーションを取るっていうのが、普通になる時代と。 そうするとですねあのなんていうんですかねあの,あのまあなんて言ったあの美カメラっていうんですかねあの目が大きく映るやつとか顔が白くなるやつとかっていっぱいありますけどもそんなものも必要なくなるだろうし、えー、と結構ですね例えばあの、えー、と女性の方だと、まあ、こういう会議にする時に、まあ、毎日こうお,お化粧しないでこう顔出すの恥ずかしいみたいな感じのところが もう少しこう軽減されて自由な感じでもってコミュニケーションを取れるようになる。そんなようなですね、えー、と時代をもうすぐそこに来ているというふうにちょっと今日は感じつつですね、あの講義を聞いていただけたらいいかなと思います。えー、ぜひよろしくお願いします。えー、じゃあ、こっちはちょっと一旦注意します。よいしょ。さて、えっ、ー、とですね、先ほどちょっといろいろなね、あの、部会が入って、あの、 えーとあのまあ、結構ですね、あの思うのはあの、このコミュニティになったっていうのは、今の,あの流れとしては、Web3 っていうのは基本的にコミュニティ、もしくは個人のための、えー、実はプラットフォームになりつつあるんじゃないかなと思っています。えー、クラウドとか、ね、インターネットも本来は個人っていうものがすごい世界に自由に発信できたりとか、えー、ともう自分でもってあのサーバーを持っていろんなことができるっていうような。 まあ技術だったんですけども、結局は GAFA のような、まあ,あの人々は、あの人っていうのは人のいるところに集まるみたいなね、感じの特性があるので、どうしてもそういうふうになってしまったと。ただ、あの今は、そのどちらかというと、クラウドでサービスするという形のものから、Web3 になどですね、個人がお互いにこう支え合って、あの、ブロックチェーン皆さんご存知だとは思うんですけども、えっ、ー、と、大腸ですね、たくさんのノードがお互いにこう、 えー、持って監視し合ってあの改ざんを防いだりとか、要はですね、誰か一人がドミネートしてそこをやるってことを逆にそあのあのなんて避けるような動きになっていると、えー。そういうことを考えるとですね、こういうあ a i t の c の,あの 活動がコミュニティになったっての私はもう最初聞いたときに、よ、すげえ、これは嬉しいとか思って、あの、私はあんまりですね、企業さんにこう、受けが良くないって言ったら変な言い方ですけど、お金儲け下手なんですよ。<laughs> お金の儲かるビジネスはどうしたらいいんですかって聞かれると、いや、頑張ってくださいしか言わないんで、<laughs> あんまりね、上手じゃないんですけども、えっ、ー、と、どちらかというと技術的なところ、また、あの、どちらかというと個人がですね、自由に、えー、いろいろできるような社会。 あのまあ、ちょっとね、あの子供っぽいって言われてしまうんですけども、あの極端な話を言うと、デジタルってもの自体がですね、あの考えてみるとあの面白いと思うんですけども、無限にコピーできるでですよあの無限にコピーできということは、一生懸命作ったものが世界中の人に配れる、こんな素晴らしい技術を持ってるのに、著作権だとか、えーとまあえー、と何だろうあの、毎月いくらい払わないと見れない記事とか、たくさんありますけども。 いや、それが本当に人類のためになるのかなみたいな、そういうふうなちょっと視点を持って、えっ、ー、と、いろいろな技術を、まあ、実験、自分でもって実験したりとか、いろいろ使ってみたりしています。ただ、あの、もう本当にブロックチェーンとか、あの、NFT もそうですし、いろいろな技術っていうものは、個人でも発行できます。別にね、あの、あの、まあ、今、流行りのね、アート、アーティストが NFT で持って発行して、どのこうのとかって言って、高く売れた、売れないとかって言ってますけども、一番重要なのは、 誰でもででもきるとというところですねそこがすごく素晴らしいと思って、でブロックチェーンもあのオープンソースでたくさん出てますし、あの誰でも立ち上げようと思ったら自分のブロックチェーン、えビットコインだって自分で作れるんですよ。 そういう世界なのにもかかわらずなんかこう人が集まるところだけこうお金が集まってくるっていう,こう資本主義のですね影響がいまだに強いのであのまあ先ほどちょっと田原先生ともお話ししててあの日本の方って割と何て言うんか保守的な方多いよねって話をちょっとしてたんですけども要はみんなが行くところにみんなが行くからあのお金になるみたいなねそういうような考え方がえっとまあ今やっぱりまあ市場をドミネとトしてますけども ちょっと考え方を変えると、本当にそれでみんな幸せになってるのかっていうところも含めてね、考えてみると、そうじゃないかもしれない。で、あのデジタルの場合には、ね、在庫もいらない、原料もいらない、必要なのは自分の時間と頭だけ。これでもって、何でも作れると。で、そうした場合に、まあ、先ほどのようにですねあの、例えば生まれ持ってね、持った身体性ってものに関しては、体とか顔とかってものには、まあ、はっきり言って自由にならない。 買ったんですけどもアバターを使うことによって実は違う自分にもなれるもしくは何て言うんですかね自分の表現っていうものを専門と人にてスムーズにこう広げていくあのまあ,あの生まれながらねちょっといかつい顔してしまったりとかあの生まれながらすごく綺麗な顔してる人でもってだいぶねあのあの受けが違ったりとか、えー、といろろなことが違ったりするかもしれないですけどアバターを使えば実はみんな平等に公平にですね もちろんその何て言うんですかねあの人付き合いとか喋り方とか <laughs> あのじあの上手下手っていうのはもちろんあると思うんですけどもやっぱりいろいろなですねあの可能性が広がっていくしまたあのそのアバターを使うことでもって先ほど言った教育でもって子どもがね 集中力がつくるあの、えっと、アバターっていっても,もう、例えば動物のアバターとかもいろいろあるので、あの小さい子供にですね、そにライオンさんのアバターでもって、ものを教えるっていう教育コンテンツを、まあ、うちのゼミ生とか作ってみてるんですけども、やっぱそういうのでもって実証検証をしながら、えー、実際にです、ね、子供たちがどういう反応をするか。 そうするとやっぱりやあの集中力上がるんですよね。あの、昔ね、NHK のあれあのお母さんと一緒とかいろいろあったと思うんですけど、やっぱりその、なんかこう目立つものとか、あの、すごくこうね、突拍子のなものだと、意外に子供って集中したりとか、えっ、ー、と、面白がったりする。 でそういうところでもってモチベーションを上げていって子どもに勉強というかもっと楽しんでいろいろなことをやってもらえるようにするというような試みを今してますしまた別途ですねアバターを使ってあの引きこもりの人たちのメンタリングをするというようなプロジェクトも一応別途他の大学と一緒にやってますでまあそれなんかですとあのやはりそのなんで対人恐怖症の人とか もしくはこうコミュニケーション、コミュ障とかね、最近なんかあの言ったりもするので、コミュニケーションで、ね、障害があって、人と目,目と目を合わせて話すことがちょっと苦手とかっていう人も、アバターを通してだと、自分がどこを見てるかっていうのは分からないので、逆に言うとあの、向こうも違和感を持たずに話してくれるだろうし、自分も話しやすいかもしれないというようなことをも実験してます。で、結構いろいろな、ね、世界中でもそういう実験をされて、かなりのいろいろな もともとアバターの語源っていうのはあのサンスクリット語かなんかなんで、まあ、ちょっと怪しいんですけどもあの神様が人間に憑依をしてこの、まあ、人間界をまあ体験する現象のことをアバターっていうんですらしいんですね。なので要はデジタルの 電脳空間があったその空間の中に、そのアバターという3次元のオブジェクトに自分を表現させて中を体験するというような認識をすると、ただ単に画面に映っている綺麗なあの女の子とか男の子のねあの、動くものっていう概念ではなく、人がそういう自分自身の表現を自由に変えられるというようなところからスタートできたらいいなと思ってます。えっと、ちょっと私の場合、すごい話だと思うんで、時々聞き流してほしいんですけど。<laughs> <laughs> あの、えっ、ー、と、ちょっとですね、あの、先ほどの、えあのあ、あ、いいです、こちらにします。えっ、ー、と、アバターですね、あの、えっと、しょ。あ、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、共有の停止、なんかい、画面大、大画面になってしまった。こっちの方、こっちか。これだったのかなはい。 でえー、とちなみにですね、アバターっていうもの自体、今ね、ちょっと簡単にあの皆さんに、まあ、見ていただきつつあの、お話をさせていただいたんですけども、アバターっていうのと、皆さんよくゲームとかやると、キャラクターっていうものがあるというのを、まあ、ご存知だと思いますね。例えば、ファイナルファンタジーでもって、ゲームされる方とか、中でもっていろんなキャラクターがいるんですけど、自分の好きな、ね、推しのキャラクターになって、中で戦ったりとか。 あのストリートファイターでもキャラクターいっぱいいますけどもその中でもってねあのいろいろな剣とかいろいろいるんですけどもそういうキャラクターになって、えー、と戦うとかっていうのは、まあ、あのよくゲーマーの方々はあのあの体験してるんですけどこのキャラクターとアバターっていうのは両方とも同じような 3D の人型のオブジェクトなんでじゃあ同じように感じると思うんですけども実はですねこれにはですねちょっと違いがあると。 ちょっと見てね、あのこの,あのゲ,ーム、えー、とゲームプレイヤーの心理っていう、まあ、これはあ,のある、えー、と研究者の方が出したあの論文の方からちょっと引用させていただいたのに、ちょっと手を加えたものなんですけども、も、えー、ともとゲームっていうところは、えーとまあ、見た目の CG とかですね、そういうものでもってやってみようとか、あとパッケージの良さとかね、絵が綺麗とかっていうところで、まあ、スタートするっていう方々が多いと。でそこから、えーとまあ えーとゲームをやってみるとキャラクターがかっこいいなとか、まあ、映像を見たりいろいろなことを言うとシナリオがいいなとか、まあ、そういう中でかっこいいセリフとか言うわけですよかっこいい顔した人がか顔をしたっていうキャラクターがそうするとああいいな憧れるというような、まあ、そういうところから入って、まあ、あの世界観とかゲーム性あ結構面白いなとかっていうところで、まあ、自分のポイントを稼いだりとかいろいろするとで最近のゲーム MMORPG に特徴があるのはこのコミュニティっていうところがあの結構大きな えーと変換期になってます、えー、どういうことかっていうと昔はですねあの本当にその中でもってゲームをするだけの、えー、と空間だったのが、えー、とゲームをしなくても中に入って人々がこうコミュニケーションをとってで一緒にですね共同して敵を倒すというような流れになった、えー、なぜゲーム会社はそのようにしたかっていうと人々がですね あの中でもって共闘するたりとかあのゲームしなくても中でもって例えば釣りをしたりとか話をしたりとかコミュニケーションを取れるような空間があると長くゲーム空間の中にいてくれるっていうのとえ、まあ、これはちょっと資本主義的な考え方なんですけどもたくさんお金を落としてくれるというようなですねあの経緯が。 なのであの、ゲーム会社は、昔はね、本当に、あの、Doom とかやったことあると思うんですけど、一人でもって中入ってガーってやってったりとか、あの、えっ、ー、とあの、マルチプレイヤーでも,も、基本的にあの集まって、こう、倒しに行って終わりみたいなのが多かったんですけども、そうではないゲームっていうのは、どんどん増えてきたっていうのが、今の流れだというふうに理解していただくといいです。で、コミュニティができます。 でコミュニティができるとですね、みんなこう会ってみんなで話するだけで、コミュニケーションですその時に、例えば魔法使いだとか、えっ、ー、と、まあ、あの、あのまあ、剣士だとか、いろいろいるんですけども、同じ格好をしていると誰が誰だかわからないし、嫌なんで気持ち悪いんですよ、やっぱり。そうするとですね、何か自分らしさを出したくなる。ここに出てくる次のレイヤーの自己主張っていうレイヤーなんですけども、なので、ちょっと、あの、なんていうんですかね、あの、 甲冑でもなかなか手に入らないレアアイテムをつけたくなったりとか、まあ、ちょっとお金を払っていろいろな、ね、あの飾りを買ったりとかっていうようなことをしてお金を落としてくれるんですけども、まあ、そういうような形で自分でもって、まあ、あの自己主張をするというようなことで、実はこのキャラクターからス実はそこでもってアバターに変わってきてるんですなぜかっていうと、 頭の中では単なるキャラクターだっていうのは分かっていても、他の人と区別をつけたいっていうことでも、自己の主張をする。要は、アバターを通して自分を表現するという形に変わってくる。これがアバターの、まず第一歩になってきます。なので、要はですね、この空間の中でコミュニケーションを取るということ、コミュニティができるということによって、アバターに、キャラクターからアバターに変わってくるというふうに理解してもらうといいと思います。 で、あの、まあ、自己主張したらばですね、この自己主張でも一番すごいのは、やっぱり自分で作ったもの、創作活動が、まあもちろんできるプラットフォームの場合だけですけど、まあちょっと昨日ね、ああ先週、先週じゃなかったか、先月あのお話した中であの、セカンドライフっていうのはすごい、まあ、自由度が高いよってお話はしたと思うんですけども、要は自分で物が作れる。 環境を作家を作ったりとか、まあえー、と自分の甲冑を作ったりとか物を作れるっていうところで言うとそこで作ったものっていうのが一番あの、まあ、オリジナリティが高く自己主張っていうものはやっぱ強くなる。でいいものを作るとなんか自慢したくなってみんなで会って「まあ、これ俺作ったんだぜ」みたいな形でこうものが広がっていく。 でその時にですね、そうすると友達が俺もそれ欲しいとかってなってくると、じゃああげるけどなんかちょうだいみたいな感じで、実はリワードビジネスというか、そこでもって市場が形成される。まあ、セカンドライフっていうのはそういうような部分だけが、まあ、あのメインになっていて、上の部分っていうのは皆さん勝手にやってるような世界だったんで、えーと、ゲームをベースにしている人たちにしてみると面白くないた。 いうような形になってしまったんですし。また日本人のユーザーっていうのは割とですね。何だろう？自分に対して自信のある人は少ないんです。まあ、こういう形するとすごいですよね。まあ、多分ここに参加されている方々は自分っていうのをすっかりあのした方が多いと思うんですけども、えっ、ー、とうちの学生とかですね。まあ、全体的に見てみるとあのよくわかるんですけども、周りと同じでいることに安心感を持つ人が多いです。 要は自分だけ目指したいって、うのち変わったやつもいますけども、クラスの中でもって数人なんですよ。<laughs> あとはみんな周りに合わせて、こう、おとなしくしたいなっていう人が多いというのが、まあ、多分日本で一番多いあのユーザーだと思うんですけど、そういう人たちにしてみると、このアバターって言って自己主張をするってことに対して、 まあ躊躇する人がいたりとか逆にこう自己主張の強い人がいるとあの人なんか変っつって <laughs> 遠ざける人が出てきたりとかしやすいっていうのが、まあ、ちょっとコミュニティ的なね特性はあったんですけどもされどやっぱりその、まあ、自分を表現するで本当に表現し尽くしたりとか自分でもって中で演技をしたりとかしながら新しい自分を見つけるとですねそれが。 あのなんていう第二の人生じゃないんですけども、もともとセカンドライフの話、ちょっとね、あの先,あの先月したときにあれですけども、セカンドライフっての次の人生みたいな感じなんですけども、要は、リアルの自分と違う自分を作る人もいるし、リアルの自分をそのまま出す人もいますし、いろいろあると、そういうことが、まあ、実際にできるようになってくる。これはあのアバターというね もものであるとととといいいうふうに理解してもらうとちょっと話がかかりやすいかなと思いますな思ま結構ね意外にアバターとキャラクターの違いって皆さんねあんまり考えてなかったりしますけどもじゃあアバターって何なのかとたまにアバターはですね、まあ、あのいろいろな、まあ、先ほどねありましたけどバーチャルペルソナ的な、えー、と考え方が一番分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思ってます えとペルソナって皆さん、ね、ご存じかどうかの、あれだと思うけど、リアルのペルソナっていうのはもちろん皆さん持ってます。例えば、えー、会社に行くときの自分、家にいるときの自分、子供と一緒にいるときの自分とか、ペットと一緒にいるときの自分っていうのは、多分喋り方も変わるだろうし、行動も変容します。 でこれはもう別に特に二重人格、三重人格そういう話ではなくて人間のそもそもの、えー、TPO によって人間の行動とか言語とかが変わるっていうのはもうすでに分かってるでね。で、まあ、それをペルソナっていうような位置づけでもって、まああのまあ、区切って考えてるんですけどもそれの、えーまあ、リアルのペルソナっていうのは自分の身体的なものとか、えーとまあ、制約とか精神的な制約っていうのがあって、まあ、そういうものでもって周り ただからずっと続いてきてる、まあ、生まれた時から続いてきてるこの社会っていうものに対して、まあ、制限がかけられてるわけですよね。例えばあの、あの裸で外歩きたいって言ったって、まあ、日本の社会でそれをやったら捕まりますんで、しちゃいけないとかっていうのは決まってると思います。で、えー、とそれのまあ延長線でもって、このバーチャルペルソナっていうふうになってくると、男性でも女性になれるし、女性でも男性になれるし、何にでもなれる。まあ,あの 私も持ってもワニのアバターと思ってる、ね、いにワニになってですね、池の中にポチャンといて、ふわふわしてると結構気持ちよくなってくるんですけど、あの不思議なもんで、あのやっぱりそのいろいろな投影をしたり体験をすることによって、人間としてのもともとの部分とあのそうじゃない体験をすることによる気づきというものは、すごくいろいろなものがあるというふうに思ってもらうといいと思うんですけども、あと、そのアバターでは、あの あのコミュニティとアバターっていうのは意外にこう密接に関係があったりもします。えー、例えば中でもってまあ、セカンドライフとかまあいろいろなアバターの中でもってファーリーって言ってあの耳のついたまあ、動物と人間のあいだあいの子みたいなねアバターっていうのが好きな人たちもたくさんいまして。 でそうすると、そういうようなところでグループができたり、コミュニティができたり、そうすると別に自己紹介しなくても、こう可いい耳をつけたりとか、可愛い格好してるだけでもって声かけられたりとか、いいね、あの多分ねあの、日本人はね、あんまりそういうことないと思いますけど、海外だともう本当にもう普通といえば普通なんですが、オープンにそのは会話がスタートしたりとかコミュニティ、コミュニケーションがスタートするというようなことも起きやすくなります。 で、またあの、なんていうんですかねあの、別にそういうファーリーだけじゃなくて、ヴァンパイアのコミュニティとかも結構大きいのがあったりしますけども、みんなヴァンパイアみたいな格好をして、で、それでもって、ヴァンパイアをベースにした、まあ、活動をしたり、イベントをやったり、中でもあってコンサートやったりとか、いろいろやってますけども、そういうようなものが起きると。 やっぱりそういうような、ね、あの自由な自分を表現できるような、えーとまあ、世界というか世界観もしくはコミュニティというつながり他人とのつながりというものがどんどんできてくるというのが、まあ、このアバターコミュニケーションの面白いところになってきます。 でまあ、実際にで、ね、アバターの、ね、ニーズの多様化というものもえっ、ー、て、まあ、アバターといってもいろいろなアバターがあるんですけども、も、まあ、A 型、B 型、O 型とかっていうのは私考えてたんですけども、も A 型っていうのはリアリティ、まああの保守的な型ですね。あの例えばあの、中に入っても男の下と男の格好をして、まあ、できればビジ,ネスビジネススーツを着て、まあ、きっちりした形、格好というものを表現する人、えーとまあ。自分のリアルを投影したい。 っていうようよな方で、えー、と B 型っていうのは逆に言うと超ファンタジーでもってですねもう全然違う、まあ、性別も違うし逆に言ったら人間でもないようなものも含めていろいろなアバターを自分の、まあ、人格を演出してでもって新しい自分っていうのを作り上げようとする、まあ、ファンタジー型ですね。 であと何も考えてもって受け身でもって周りがやってるからって,言って流されて入る人っていうのも、まあ、多々いるということで、まあ、あのこれ血液型もこういう傾向があるっていうふうに言われてるんで、まあ、それからちょっと持ってきたんですけども、まあ、どちらかというと、まあ、現実型もしくはまあ本ファンタジーでもって違う自分もしくは何も考えずに周りに合わせて、えー、の入って、まあ、逆に言ったら TPO に合わせてアバター着替えてもそんなに気にならないと。 であの例えばですけどもあの、こだわる人はですねもうどんな場所に行ってもそのアバターで行きます。私ももうだいたい自分のアバター決まってますので、あの他のアバターで行くことはまずないですね。あのなぜかっていうと、自分を周りが認識する。 要するにもう、あこの人が来たなって分かってもらえるっていうところがすごく嬉しいのと、やっぱり認知されるっていうすごく大きなことね。人間ってこう人からこう認められたりとか、えー、と人がこう、あ誰さんだって分かっ,分かってくれるっていうのはすごい嬉しいことなので、まあ、そういうふうな形になっていくと、そのアバターに対してどん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 思い出が強くなってきます。で、まあ、これ、ちょっと、ね、下に書いてありますけども、あのこれはセカンドナイフのケースなんですけど、アーリーアダプター。 MMORPG からメタバースに来た人とかっていうのはあのファンタジー傾向にある。まあ、なのであの男の人でも大体女性のアバターを使ったり割とですね胸がむちゃくちゃ大きいアバターだとかあの結構セクシーな格好をしている方々が、まあ、多かったです。 あのこれはあの多分あの、本当にそのどちらかというと MMORPG のゲームの中ではキャラクターを使いますので自分じゃないけども自分が面白く表現したいという、まあ、自分の憧れも含めて中に入りやすいのかなというふうな傾向だというふうに思っています。で逆にです、ね、例えば Facebook でやろうとしているビジネスで使うような形とか。 えと実際にですね、あのビジネスベースの人たちっていうのは、あのリアリティの追求の傾向が強いと、まあ、2006年後半って書いてありますけども、実際にこれ、現象として、まあ、起きたことなんですけども、リアルをまあ中で表現して、まあ、はっきり言って、俺は会社の顔だみたいな感じで会社として <laughs>、中に入ろうとする人も多かったので、あのまあそういうようなことも含めて、で一般ユーザーはアメリカ、禁止した人が多いと。 あの割とですね、あのあのまあ、ただ、普通の人として理想を求める傾向があるというのはちょっと面白いので、えーとまあ、どちらかというと、ですねあのすごく背の高いアバターを使って、実は私もセカンドライフの中で使っているアバター、180センチか90センチぐらいあるんですけど、めちゃくちゃ背が高いです。あのちょっと小さな家に行くと頭もゴンとぶつけるようなね、あのそんな形のアバターなんですけども、あのやっぱりそのなんていうんですかね。 あの中でもってこういいなと思うように作っていくと何か知らないけどだんだんこうあの自分の理想はです、ね、そこに反映されたりとか、まあ、逆にそういう面でも自分で気づけるので面白いなと思ってますけども、まあ、そんなようなことで、えー、と人がです、ね、リアルでできない体験がそこでもってまあ再現できるでアバターっていうのはその人間とその空間との つなぎ役をしているものなので、まあ、であの逆に言うと,、えー、と、私はインタースペースという言い方をするんですけども、えー、とインターフェースというのは、フェースって面なのであの面、画面を見ながらキーボードを打ってこうやり取りするというのは、まあ、インターフェースなんですけども、えー、空間の中に自分が中にこうアバターとして存在して、あのーまあ、中を体験するので、それはインタースペースだろうとあの。情報空間と人間の,のやり取りをする中での一つの、まあ インタースペースなんですけども要は情報のやり取りをするような空間であるというふうに理解すると面白いしでその見た目をいろいろと変えていくというのは周りからの認知要するに誰々さんだとかどういうふうな人だというのを認知してもらうがゆえに逆に言うとコミュニティベースとかもしくはコミュニケーションベースでもってその自分というものの形成が中でもデジタルの中でもってされていくと。 いう現象を言ってます、まあこの中でもって実際にねアバターを持って中でこうせあのメタバースなどボーボーこう行ったりしていく人っていうのは意外に少ないかもしれないんですけども、えー、と実際中に入ってお友達ができたり彼女とか彼氏ができるとですねもう全然変わります <laughs> うちのゼミ生たちもそうなんですけども最初ねあのあのアバター使わせてとりあえずセカンドライフ入れっつって、まあ、あのゼミでもってあの、まあ、必須でもってやらせるんですけども その後全然入らない学生と中でもっと面白いって言ってはまる学生も完全に2つに分かりますで面白いって学生はもう結構自分でもってどんどん新しいアターを作ったりお友達作ったりで特にですねあのやっぱりあの友達ができるとすごいあのやっぱり没入したりとか中で入る時間が増えるとでまあ,あのメタバースですねあのよく言われるのが、まあ、ゲームと同じようにこう依存症になるんじゃないかと まあ、SNS 依存症っていうのもありますんで、別に依存症っぽいのはもう普通だと思ってるんですけども、えっ、ー、と、すごく私が今思ってるのは、そのメタバースの中でもって、実際にげ稼げる、お仕事になるにはどうしたらいいかっていうことを、まあ、結構いろいろと試行錯誤しております。まあ、先ほどのです、ね、アバターでもって教えるっていうのも、教える側の先生っていうのも仕事になると 逆に、えー、といろいろな形でもって、なぜかっていうと、人間ってこう24時間しか時間がないのにあの、ま、メタバースの中に入ってずっといっちゃうと、もうリアルでもって何もしないので、何もしないと食べていけない世界にも人間しちゃいましたんであの、すごく優しい世界でもって、食べていけない人を周りが支えてあの困らないでも生活できるような社会だったらね、もうみんなのもうメタバースの中に入ればいいんですけども、そういうわけにはいかない世界なので、まあ、現実的なところをね、 あのちょっと今過渡期なのでちゃんとフォローしてあげないとまあ本当にね帰ってこれない人がいっぱい増えてあのあの生産性が落ちるっていうことにな,らな,いな,なると困るなと思ってますし逆にメタバースの中でも先ほど言ったアバターで認知されることによってあのまあ自分で物を作ったりそのものを 誰かがほしいっていう、まあ、物々交換とかも含めて経済圏がそこで持って生まれてくればまあ実際にセカンドライフでも経済圏生まれてますけども経済圏が生まれてくればどういうことが起きるかっていうとその中に入って自分でもって何かを作ったり何かをすることによってそれがお金になってくる。 でセカンドライフの中で RMT って話はねちょっと最後バッと走ってやっちゃいましたけども現金に変えて自分の生活を維持できるようなそういうようなねエコシステムがちゃんと出来上がってくると,、えー、ともっとセカンドあのメタバースの中にです、ね、入る人が増えると思いますっていうかあのリアルでもってね1時間とか1時間半とか2時間とかあの、まあ、通勤電車に乗って会社に通うなぜか まあお金くれるし、まあ、仕事だからっていうふうにああのなって、苦労してまで中に、なそういうところに通うっていうような人,た人が多いので、逆に言ったらば、メタバースの中でもって、ちゃんとお仕事になれば、まあ、ちょっとね、パソコンの前にこう座って入ったりとか、パソコンでもって入ったり、VR でもって入ったり、いろいろできるんですけども、まあ、それなりに負荷がかかります。ス、まあ、ストレスもかかりますだけど まあそれが通勤電車でもって 2, 3, 1時間2時間いられるのと比べたらもっと楽かもしれないっていうような形でもってそちらの方でもっていろいろな生産性を上げていくようなシステムというのを一応考えていてでそれがうまく起動していくと社会がもっと豊かになるし自分らしく生きる人が増えるんじゃないかなみたいなことを考えていますさてあのこの,です、ね、あのアバターのです、ね、アイデンティ,ティーというところなんですけども あの本当にえの他とのコミュニケーションにアイデンティティが構築されていく。これ、あの本当にあの今の、さっき言った認知されるというふうに言いましたけども、アバター、自分のアバターが、ね、いろんな人から見られたり、好かれたり、嫌われたりも含めてですけども、コミュニケーションを取ることによって、自分のアバターが、えっと、自分のです、ね、アイデンティティになっています。要は、その空間の中で自分というのはどういうものかというものが、そこでもって形成されていく。なので 例えばリアルでは本当にそんなにねあのもう,あのこう静かにしてて、まあ、外では目立たなかったかもしれないけどもこういうメタバースの中では逆に言ったらすごいこう活発になるかもしれないしいや思いもよらないこう人を助けられるようなアドバイスができたりとか自分の考えてることに共感してくれるのはたくさんいたりするかもしれないっていうようなそれリアルだとやっぱり 制限があったりとか、逆に言うとね、目立つとですね、あの特にあのなんだろう、あの日本はあの、まあ、これ、言い方、ちょっと失礼な題なんですけども、まあ、実際に研究された方々がいて、日本は、えー、と実は目立つと、ね、足を引っ張られるっていう確率が高いらしいです、他の国に比べて。 なので、どういうことかっていうと、あのリアルでもってですね、ちょっとま生意気なことを言ったりとか、こう目立つようなことをするとですね、いじめになったりとか、周りからハブにされたりとかしやすいコミュニティだそうです。あのこれはまあ統計的なものなんで、あの別に、ね、悪く言ってるとかっていうんじゃなくて、取っていただけるといいんですけども。ということで、えーとまあ、割とそのなので環境でもって潰されやすい人は多いんですけども、このバーチャルの空間の中に行くとですね、 結局、えーと、自分が自分らしく自由に表現しても、それを受け入れるだけの、まあ、スペースももちろん無限にありますし、あのメタバース自体も一個とは限りません。マルチバースという、まあ、考え方もありますし、あの映画にも今、ね、ちょっと今、ドクターストレージのマルチバースみたいなので、こうぐちゃぐちゃになってやってましたけども、要は空間を無限に作ることができるわけです。あのデジタルっていう技術はですね、人間がこう考えているものは ほとんどのことが中でもって再現できるぐらいの技術っていうふうに考えてもらっていいと思うんですけども、すごい技術をもう実は人間は手に入れているで。中でもって人間同士がコミュニケーションを取ったり、中でもっていろいろな表現ができるようになって、えーとまあ、要はそういうような空間っていうのは別に一つだけじゃなくて、いろいろ出てくると思います。そうするとですね、自分に本当に合う世界っていうものを自分の家にいながら探すことができる。 実際にですね、どっかに就職してみてダメだったらまた次のところに就職しようとかっていうことの苦労をせずに、もしくは就職して本当は違うんだけど我慢してとかっていうんじゃなくて、もう自分らしい自分っていうのを探すっていうのも自由にできる。で、最悪自分らしい世界がなかったら自分で世界を作ることもできるっていうのがメタバースの面白いところじゃないかなっていうふうに思ってます。あの、自分で世界作れますからね。 なので、まあ、そんなようなことも含めて、あのこの ARTC の中ではですね、あの部会の方でもって、いろいろディスカッションをしてますし、この間もディスカッションをさせていただいて、もうどうやったらこのブロックチェーンとか、Web3 とかに、まあ、連動させて、まあ、できるかとか、あの中でもって空間 OS というものを研究してるんですけども、えーと、空間 OS とメタバースを引っつけて、であの今、メタバースってそれぞれの ソフトウェアでもって中を見に行くような感じなんですけども。 私の構想だと、このアバターと中の空間のオブジェクトが再現性があれば別に OS でもって再現性を担保すればですね、空間 OS というのも作れて、空間の中にいろんなメタバースののを置くこともできるし、つなぐこともできるようになるし、中でいろんな人たちに会う、要するに一つの空間の中でもって、ファイナルファンタジーのキャラクターとも話ができるし、セカンドライフのアバターとも話ができるし、日本のいろいろなメタバースの人たちとも話ができるというような。 そういう空間が自分の、まあ、ディスクトップ、OS の中でもって再現できるというようなものをちょっと作ったら面白いだろうなみたいなことをちょっと妄想はしてますけども、要は、えー、といろいろなです、ね、可能性がある。えー、ともうで特に日本はです、ね、こういうものに関しては、すごい、ね、あの海外よりもアイディアはたくさん豊富な国だと私は思ってます。 あのまあ、ちょっとあ,のあれかもしれないですけどもあのブロックチェーンのきき基礎になったあの、えー、と論文ももともと w i n n i を開発された金子さんが書いたんじゃないかっていう、まあ、ちょっと噂も出たりもしましたし、まあ、実際誰が書いたか分からないですけどももともと あのまあ、あの本当に日本のウィー n を開発した金子さんって結構ググってもらうと出てきますが有名な方がいて東京大学のね優秀な方だったんですけども、えー、とま e e n e w 自体は P2P でもって、えーのまあ、ファイルを共有する要はですね誰でも誰あの自分の持っているものを他の人と共有できる。 何が悪いんだっていう感じなんですけども、それをやるとですね、まあ、著作権違法法違反だ、ほ補、まあ、助したみたいな感じでもって、捕まってしまって、裁判にかけられて、だけど無理実には最終的になったんですけども、あの出所されてすぐにですね病気で亡くなられてしまったっていう本当残念な、えー、と日本の社会。要はです、ね、日本のの社会っていうのはそうそ 潰しい、安いっていうのを、まあ、理解してもらうといいと思うんですけども、やっぱそういうようなです、ね、流れの中で、やっぱりそのメタバースの中でもって、逆にですね、こうあのその日本社会とは違うところでもって、まあ、新しい技術とかエンジニアとかが、 お,お互いにですね、こう協力しな,いながら面白いものを作っていくっていうのは、すごい可能性につながるんじゃないかなと思ってますし、あのまあ、ブロックチェーンにしてもそうですし、あのメタバースにしてもそうなんですけど、日本の方はですね、結構進んでたんですよ、もともとは。だけどその、まああの、日本の人たちっていうものが保守的な人が多いので、どうしてもですね、海外の方に押されてしまうことが多かったんですけどもえ、このことメタバースの中ではですね、この表現力。 で日本はサブカルチャーの、まあ、メッカとかアニメとか、えー、いろいろな、ねあのまあ、著作権物とか IP とか持っている国でもあるのでその辺がうまくこう歯車がカチって合うとです、ね、実はまた世界を席巻、ね、できるような新しい市場それもです、ね、企業がその市場をコントロールするのではなくて個人が、えー、と出ていく。 えと私はあの元々、まあ、トフラーさんという第3の波を描いたとっても著名な、ね、あの未来学者さんがいらっしゃったので、その方がおっしゃっている、えー、と生産消費者、生産者と消費者が同じプラットフォームの中でもってお互いにやり出す、そういうような、えー、ものを、えー、逆にやってで、このアバターでもって中でもって人格ができる、アイデンティティができることによって、皆さんが人々がです、ね、それに対してお金を払うよ。 ええと、多分ね、あの、お金のある人は、例えば、まあ、フォーマルな場所の時には、も、ま、う、あ、きっちりしたね、結構下手の下、まあ、何十万もするようなスーツ着ていかれる方多いと思うんですけども、なんで何十万も服に金をかけるのか。ユニクロでいいじゃんという人もいると思うんですね。もう1000円とか2000円でいいじゃない。まあ、裸だと捕まっちゃうなんか着てればいいっていう人もいると思うんですけども、あの、やっぱりそれは、周りから認知されて、それに対して自分も答えなきゃ それに対してこう市場が生まれていく、いろいろなものがやり取りされたり、お金というものができてくる、またそれでもっと物々交換も含めてですけれども、できるようになっていくというような、この社会の、ね、経済のシステムっていう根本的なところを考えると、あの複雑なのは私、専門じゃないと分かんないですけど、あのすごくシンプルな部分を見ると、やっぱりその認知される、このアイデンティティが生まれて認知されることによって、必要だっていうふうに人々が感じる。 そのバリューを感じることによって、バリューが生まれてくるというふうに私は感じて、考えてます。なので、まあ、そういうようなことも含めて、えっ、ー、と、あのアイデンティティが生まれてくるっていうことが、すごく大きく、逆に言うと、そのでもって、あの、まあ、バーチャルの中っていうか、デジタルのものっていうのは、はっきり言ってデータですから、触れもしないし、まあ、見れるようにはパソコンを通してだけ見れないし、デバイスを使われて見れないっていうのが、まあ、あれで、もう、本当は何もないのと同じなんです。空なんですよ、本当に。 色速・税空空速・税色っていう言葉がありますけどまあでも現実空間もねぶっちゃけあのその今お釈迦様がおっしゃったように色速・税空空速・税色五感で入ってくるものっていうものがまあ全ての人間が認知できる、まあ、情報でありその情報をもとにいろいろ考えてる皆さん見てるものとか触っているものこれ本物かどうかっていうのは身体を通して入ってくる情報を脳がですね感知してそれでもって 事実さって、まあ、現実さっていうふうに思い込んでるだけかもしれないという、まあ、そういうとね本当にあるんですけども、バーチャルのもの、デジタルのものって確かに触れないです。だけど、人々が認知してあ、あるなって認知して、でもってそれを価値があるって感じる人が増えれば増えるほど、そこにバリューが生まれてくる。要は価値が生まれてきて、市場ができてくる。というような流れっていうのを、 まあ、あのセカンドライフなんか見ていると、可能性としてすごく感じているような時代です。なので、今ですねあの、日本でもっていう多く行われている日本一をやったり、お店を開いたりとか、物を売るっていうような部分っていうのも,も、もちろん、まあ、なくならないと思いますし、まあ、それはそれでいいと思うんですけども、そうじゃないところにもっと大きなですね、市場がで。しかも個人が中で活躍できる市場が、企業ではないっていうところが面白いんじゃないかな。 あのまあちょっとねあんまり言うとなんかちょっと嘘っぽくなっちゃうんでこのぐらいにしておきますけどもであのまあえっ、ー、とアバターの行動としてはですね疑似身体性これですねすごく面白いんですけどもあの <laughs> アバターでもってねこうまあ,あの実際に現象としてあるんですけど中でもって話してるときにずっと立ってると疲れるんですよあの 何でしたっけフェイスブックなんかでもって足,足がなくてもいいんだとかっていうね、あの議論されてますけどもあの、アバターに足がなくて空中にぷわぷわ浮いて手だけついてるみたいなね、アバターでいやあのこれで十分なんだとか、まあ、変なことしないからいいんだとかっていろいろな、ね、話があるんですけども、あの果たしてあれがね受け入れられるかどうかって私はちょっと疑問だと思うし、面白いとは思うんですけども、えー、と実際にこのね過去いろいろなねあの現象を見ているとですね、 あの目で見ているだけですよ、す実際はパソコンでもって、椅子の上に座っているにもかかわらず、立ったまま話してると疲れるからって、椅子をポンと出して、椅子に座って話すると、長話になります。<laughs> これはですね、もう本当に目から入っている資格なんですけど、頭の中でもそういう、なんだろう、えーと、保管するんですね、感覚を。なので、とっても面白いんで、VR にすれば、あのさらにそれが顕著に出ます。リアルではそうでもない。 で、まあ、あの実際に今これもセカンドライフの中なんですけど流行ったのが足湯というのがあります。足湯というのは本当にもうあの実際にあの温泉でもないのにその足湯に浸かったりとか温泉に入っていくとです、ね、もう本当にふわーっていう感じになる、まあ、実際に温泉に行ったことない人はひょっとしたら感じないかもしれないので私はリアルをですねちゃんと体感した人の方があの、まあ、こういうような感覚があるだろうと思ってるんですけどもこういうような。 あとですねあの雰囲気に飲まれるっていうのも実際にもよくありますもう周りの人がこうわーっと盛り上がってるとそれにもあの乗ってですねこう自分も楽しくなったりとかあのイベントとかダンスパーティーとかいろいろあるんですけどもそういう中に入るともうリアルはあの椅子に座ってパソコンの前で画面を見てるにもかかわらずそういう感覚を感じられる共有できるっていうのが面白い。 あと喜怒哀楽の感情の、ね、確認で,で実際にパニックになったっていう事例も多いです。あのアバターでもってちょっと怪しいところを、ね、歩いてた女性がですねあのやっぱり変な男の人にあの追っかけられてすごく怖い思いをした。本来だとログオフすればいいだけだし他のところにポンとテレポートすればいいだけなのに頭がパニックになってもう一生懸命走って逃げた。 いうようよな事例もありますなのであの人間って結構ですねあのその世界に入るともう本当に没入してしまいます、まあ、逆にだから危険だっていうねあの説もあったりもするんですけどもでもいろいろな体験がねそこでできてそれがまあ架空であるかあ,あっても要するにそれを理解できるようになるっていうところが大きいかなと思ってますあとコミュニケーションはああのまあ、実際にいろいろなコミュニケーションがあります <laughs> まあ今、ズームでもありますけど、チャットでもって、文字でもって、やり取りをするっていうようなコミュニケーションもあれば、ボイスチャットって、このズームと同じような感じで、話したことが周りに聞こえるって、これはあのプラットフォームによって違うんですけども、3D の音の再現っていうのをしているところが多くて、遠くだと声が小さくなって、近くにいると声が大きく聞こえたりとか。 セカンドナイフの中では、のいくつかこうの、なんていうんですかね、あのモードがあって、喋るときにですね、シャウトってやるとですね、もう85メートルぐらいの人たちにと音が届く。ところが、ウィスパーってやると,、えーとか、8メートルだとか10メートルは忘れましたけども、もう近くの人しか聞こえないというようなことが、要するにこう自分でもって喋っている声の大きさを変えて、その届く人を、ね、限定できるというような。 まあそういうようなシステムがあったりします。なので、まあ、あの空間的なボイスチャット。ズームは本当にフラットなんですよ。もう私が喋ってる声がそのまんま皆さんに届くような仕組みになってますので、フラットなんですけども、これがですね、あのまあ、実際に空間があって、椅子があって、席があって、私が喋っているよりも遠くの人は小さな声で聞こえて、近くの人は大きな声で聞こえるみたいなね、そんなような再現がされて、空間的な認知がある。 これ結構大きいです。あと、まああの、まあ、実際にコミュニケーションとしては、オブジェクトもコミュニケーションなんですね。もう自分で作ったものとか、えっ、ー、と、自分で持って、あの、まあ、例えば部屋を作った、家を建てたりよくするんですけども、それで友達を呼んでくる。で、友達を呼んでくると、友達も、あ、すげえとかって見る。要するに、まあ、自分の表現っていうものを共有できる。で、まあ、リアルでもってやると、めちゃくちゃお金かかるもの、まあ、材料的とありますけども、 バーチャルなので、時間、自分の時間さえつあのぎ込んだりとか、まあちょっとね、お金のない人はちょっと自分のこう好みに合うものを買ってきてこう並べるだけでも楽しめるというような空間になってます。さらにですね、あの人間関係のトラブル、これむちゃくちゃ起きます。<laughs> いや、もう、いや、仮想世界なんだからもっと楽しくやろうよとかっていうことではなくて、 あの中でもってあの、もう本当にいろんな主張される方も出てくるのであの、真剣にリアルと同じようなトラブルっていうのは結構起きます。ただし、えー、とその時に1、ね、枚、アバターという自分ではないけど、自分の,浮きあの、まあえー、感情移入したものがやり取りするので、1個引いて、客観的に見られるというところが、えー、とリアルの,です、ね、その,なんての人間トラブルとは全然違うところですね。 でしかもさっきちょっと話したようにアバターも変えることもできますしメタバース自体は無限にいろんなメタバースができ,できてますので別にそれにこだわる必要がなくなってくるというのが、まあ、この辺あのすごいですね何て言うんですかねあの、まあ、融通が利くというかあの要するにあの自由に まあ選択できる。逆にそれを知らずにですね、この仮想世界が俺の人生だと思ってる人がいると、逆に言うとそこで持って何か起きると本当に落ち込んだりとか、逆にね、あの、ちょっと立ち直れなくなっちゃうかもしれないので、この辺は、あの、まあ、いろんな意味であの気をつける必要はあるかなと思います。あと、まあ、さっき言いましたけど、アイデンティの、ね、発生、アバターブランディングなんて書いてありますけれども、個人がとっても有名になったりとか、 あと、実際にですね、あの、セカンドライフの事例なんですけども、セカンドライフの中でもって可愛い服を作ってて、でそれがですね、もうすごい認められて、ニューヨークでもって、あの、実際にファッションショー、リアルなんですよ。リアルの、その、えっ、ー、と、あの、バーチャルで作ってた服と同じようなのをリアルで作って、まあ、ファッションショーをしたっていう方もいらっしゃいます。要は、あの、まあ、発想の自由っていうものが、まあ、結構いろいろと認められたりすると。 あとねあの、実際にはあのそれだけじゃなくて、バーチャルの空間の中においては、ですね、このブログだとか SNS とか IM、インスタントメッセージですね、IM とかっていうのは、すべてその空間の中でもって、えーとまあ、連動することができるので、えーと、要は多様なですね、コミュニケーションが可能になってくる。 パソコンの前にいる時にはメール来たりとかあのなんかこうね IM 来た時にすぐ帰れるけどあのパソコンの前にいない時には返せないっていうような感じと似てますけどもあのメタバースの中だとメタバースの中でもって遊んでるのにもかかわらずピンピンってなんかあの あの、来たメールとかですね、あの来たあのメッセージとかが、ね、こう見えたりもしますし、まあオフにもできますけども、そんなようなことも、まあ起きるというような感じになってます。あと最後にちょっと変えました、沈黙アバターの恐怖。<laughs> これはですね、すごい面白いんですけど、あの、人型のアバターがですね、動かずに何もせずに、すぐ横に立っていると、むちゃむちゃ気持ち悪いです。誰だか分かんないですよ。誰だか。 でこれはですね、もう本当にあの人間ってやっぱり人間型に対してすごい一つの、まあ、認識があるんだろうと、これはまああの心理学的にもいろいろ言われてるんであれなんですけど、で私実はあの最初、セカンドライフに入ったにまに、まあ、オブザーバーになろう、観,観測者になろうっていうふうにまあ思ってたのでコミュ、コミュニケーションを取らずに、客観的に中で起きている現象を、まあ あのオブザベーションしたかった、まあ、見てきたかったんで、まあ、それでもっていろんな新聞をぐるぐる回ってたんですけどもあの、こいつなんか何も言わずに立ってるぞ、おかしいぞ、こいつ気持ち悪いなみたいな感じで言われて。<laughs> <laughs> なんかこいつおかしいから、あの、まあ、バンっていうのはこを追い出そうかみたいなこと言われたんで、いやいや、ちょっと待ってください、違いますよ、ちょっとあのいろいろ研究しててみたいな説明して、もう、とりあえずコミュニティの中にちゃんと入るようにしたんですけども、もう本当にコミュニティっていうのは結構タイプなコミュニティになればなるほど、異物なものに対しては結構神経質になったりもします。まあ、ただ逆に言うとですね、オープンなコミュニティだと、あの喋らないとか喋れない人でも、 あまあ、いいよ、いても、みたいな感じで思ってね、緩いところもあったりもしますね。いろいろあるんですけども、まあ、当時は本当にいろんなコミュニティを責めてもあったのであの、そんなこともあったというふうな話あのとりあえずあの、アバターっていうのはあのあの、コミュニケーションを取る、まあ、人がいるのにコミュニケーションを取る、まあ、リアルだとね、何も喋ゃらない人が立ってても、そんなに気持ち悪く、まあ、でも気持ち悪いかな。<laughs> まあ人によると思います。さて、あのまあ、コミュニティの特性としてですね、あの要はアバター だけけが、まあ、注目されますけどアバターよりもですねアバターでもってあの起きる現象の中でもって、まあ、自分の延長線だとかっていう個人のプロでやりですけどそれによって起きるコミュニティですね。この AITC もコミュニティということでもってやってますけどもコミュニティの中でもってアイデンティティが育ちます。なのでコミュニティがないとですね1人でもって中でもって入っていろんな格好しても誰も見てくれなかったら まあお金かけたりとか、中にずっと遊びたいかなっていうと、ちょっと違ってくるんじゃないかなと思ってます。 なのでコミュニティの、ねまあ、特性がすごく実は重要になってて、まあ、リアル的な属性でもって分,かり分けてるコミュニティも,もういます。えー、例えばあの目的別、まあ、例えばビルダーのコミュニティってものを作る人たちのコミュニティがあって、まあ、お互いにこうやったらできるよっていうね情報公開したりとかするようなコミュニティだとか、まあ、あの会社で持ってるコミュニティでもって、ねあのまあ、あのうちもゼミ生にねこう入ってコミュニティ作らせますけどもそういう,うコミュニティもあったり組織とかあと現とか 言語えー、と日本語だとか英語だとかあとはあの人種だとかねあ,、まあまああのま文化まあとまいろいろなです、ね、あの性的なねあれでもって女性のコミュニティとか年齢的あの深夜のコミュニティだとか、まあ、そういうようないろんなコミュニティが、まあ、実際に形成されますでます、あ、そういう中でもっと入るとまあ、リアルはまあ本当はで完全に切れるはずなんですけどもやっぱりこう話してると話すねあの 年代によって、いや、ガンダム好きだよねっていう話を言ってもですね、若い人たちにピンとこない人もいっぱいいるかもしれないし、まあ、年,年齢層だとか、あとは性別によっても多分ピンとこないものもたくさんあったりするので、例えばお料理の話でも盛り上がってるけども、あのまあ、お料理に興味の人となんか全然盛り上がらないとかっていうことは起きますので、やっぱこういう面で言うと、コミュニティって割とですね、その えとどちらかというと、まあ、同じような目的とか同じような属性の人の方が、えー、基本的に維持しやすいと、まあ、あのいうことですねあの。エンジニアのコミュニティとかっていうね、AITC さんもそうですけども、コミュニティは逆に言ったら目的とか、えー、といろいろなところの共通点がある方が、えー、コミュニティとしてはすごく成立しやすいというふうに言われています。あとあの、バーチャルの属性、これはですねあの、えーと、リアルの属性でもってのコミュニティももちろん、あのまあ 何て言うんですかね、あの、SNS とかで見てもらったら分かるんですけども、たくさん生まれてきます。だけど、バーチャルの属性のコミュニティっていうものも、えっ、ー、と、実際にですねあの、結構生まれてきます。あの えっと、今までの SNS だと、どちらかというと、リアルのコミュニティの、えっ、ー、と、いろんなのが出てくる。例えば、沖縄の観光コミュニティだとか、えっ、ー、と、なんか、ジビエの、あの、楽しむ会とかっていうのも、私もちょっと入ってるんですけども、まあ、そんなようなね、あの、<laughs> あの、同じような趣味に持って、リアルの、あの、属性で入りますけど、バーチャルになってくるとですね、もっと幅が広がって、まあ、創作活動とかありますけども、えっ、ー、と、 環境をです、ね、みんなで作っていくとかね、運営していくというようなコミュニティがあったり、イベントの運用のコミュニティ、例えばコンサートをやったりとか、えー、とファッションショーをやったりとか、ダンスショーをやったりとかっていう、まあ、そういうような運用のコミュニティができたりとか、あとエンターテインメントですねあの、検索だとかコンテンツ消費だとか、あのファンクラブみたいなものもいろいろ生まれてきてますし、あと,、えー、と中でもって実際にビジネスをやってた。あの まあ、あのセカンドライフのビジネスというと、ものを作って売るというだけではなくて、面白かったのは、まあ、ちょっとね、あの禁止になっちゃったんですけども、ブリーディングというあのゲームが流行りました。もうこれもゲームの一種なんですけども、要は、ちょっとお金を出して、人間でお金を出して、まあ、馬とかね、あのえー、とネズミじゃなかったウサギか、ウサギとかいろいろ流行ったんですけども、まあ、そういうのをオスとメスを買って、増やすと子供がポンって生まれて、まあ、サーバー上で感じたりね ポンと生まれてそれが、まあ、あのいろんな組み合わせでもってランダムにいろいろ変わると。で、レアなものが生まれたらば今度高く売れるみたいなね、そんなようなあのシステムでもってビジネスが展開されたりとか、まあ、いろいろなねあの、展開があったりもしました。あと、あの政治だとかあの、まあえーと、支援、ヘルプ、要するに新しく入ってきた空間に入っている人に対してのヘルプをするようなコミュニティも結構たくさんありますし、教育コミュニティ。これは、えーと 先月ちょっとお話ししたのかなあの、えーと、デジタルアカデミーアっていうような、えー、とコミュニティ、バーチャルのですね、あのコミュニティを実際うちのゼミ生が、えー、と運用してましたあの。バーチャルアカデミーアっていうのはセカンダイフの中ですけども。で、あのそのですね、あの セカンナイフの中でもってあのやってた、まあば、すみません、デジタルアカデミー屋ですねで。デジタルあのあの、デジハリとちょっと近いんですけども、まあ、ちょっと作った時にはあのデジハリのですね、あのちょっと上層部の方に、ね、何やってんのって言われてちょっとドキッとしたこともあったんですけども、まあ、あの400人ぐらいの学生があの無償で受けられる。 で先生も無償なんですけども、っ、えー、と面白いのはですね、結構意外にこう自分の持っている技術とか、あのまあ、知識とかっていうのを人に供給したいっていう方々もいらっしゃるんですよ。だけど自分で人を集めたりとか、自分で宣伝するのはめんどくさかったり嫌だったりするっていう人も多いんですね。だけどそういう枠を作ってやると、で、私はメタバースで教育がまず最初にすごく必要だと思ってます。先ほどのね、あのナイスカメラの話もしましたけど、アバターで持ってるの教育とか。 えと実際にあの効果が出てますし、逆に言うと、中でもっていろいろなことを教えていく、あと研究だとか、まあ、ハッキングもねあのちょっとコミュニティがあってたりあとテロコミュニティともありますあの、これはですねあのメタバースの中では、あのすごいあの迷惑行為になるものに関しては、本来は NG なんですけど、本来は伝えに行く、NG なんですけども、要はあのそういうようなことが起きることによって楽しむ人たちもいる。で あのさっきね、ちょっとマルチバースみたいな話しましたけども、セカンドライフの中でもエリアがちゃんと決まっていて、例えばお互いにいつもこう殺し合うって言ったら大げさ、信やしないんですけども、まあ、あの鉄砲で撃ち合ったりとか、あの刀で切り合ったりとかするようなコミュニティがそこの場所だけ、こうエリアだけであの空間を区切ってますので、そこに行った人は、切られてるとか、撃たれたりしても文句言わないという前提でもって、運用されたりとか。 そあそうな場所もあったりもします。なので、まあ、ある面で言って選べるというような感じですね。で、あと、あのアバターの属性ですけども、あの本当にあの何だろう、タイニーとかヒュージとかアーリーとか、ファーリー、ファーリーっていうのは先ほど言った耳のついた、あの体中動物っぽくなってるあの人間の形をしたものをファーリーっていうんですけども、あのファーっていうのは毛があって、 毛,毛皮って意味なんですけど、毛が生えてる人間みたいな、ファーリーとか、アンリアルっていうのはまあリアルじゃない感じ、まあ、アニメのアバターも含まれますけども、そういうものとかがいろいろあって、で 中に服装だとか装飾品でもっていろいろとですね、あのあの変えるで、その属性によってコミュニティができるっていう話をちょっとしたと思うんですけども、まあ、同じようなアバッターの人たちが集まってこうパーティーすると、まあ、それなりに総合なので、まあ、そういうようなことをやって、まあ、世界を楽しんでいるというように理解してもらうといいと思います。 あとですね、場所でもって、空間でもってのコミュニティっていうのもあります。いつも行くとですね、誰かいて、もう、ゆったりとまったりと話を聞いてくれるね、綺麗なアバターの人がいたりすると、まあ、あの結構みんなおじさんたちがこう寄ってて、まあにあの、リアルで言うと、何て言ったっけ、えっ、ー、と、えー、パブか、パブ、パブでしたっけ、<laughs> まあ、そんなようなお酒を飲むところあると思うんですよね。私、あんまり行ったことない、名前ね、ピンとこな そう,ですね、あのそういうような場所でもって、要するに、まあ、あのお話をしたりとか、まったりとするような場所っていうのが、まあ、結構人が集まったりして,おりまして、先ほど言ったように足湯とか温泉だとか、あとキャンプ場ってあります。ただ、キャンプってです、ね、実際にテントを張るキャンプというよりも、そこにいるとです、ね、お金がもらえるっていうようなキャンプっていうのが一時期流行ってました。えー、どういうういいこととかっていうと セカンドライフの中でも事象としてあるんですけども、人が集まるとこに人が来るんですよ。これはね、本当にね、人って人が好きなんだな。そのくせなんか、あの、BS になるとね、みんな競争し合うのは、もう私、不思議でしょうがないのもっと協力し合えばいいね、とか思うんですけども、要は人がですね、人が必要なんですよ。要するにまあの、まあ、一匹狼の人もいらっしゃると思うし、それを否定するものではないんですけども、 あの、まあ、現象としてね、あの、一般的な現象として考えると、要するに人がいっぱいいるところに人がいっぱい来る。だから、例えば新宿だとか渋谷にね、遊びに行く人いると思うんですけども、彼らは何度にそこに行くかっていうと、まあ、ショッピングだとかいろんなね、ことは言うと思うんですけども、まあ、基本は人がいる場所に人が集まるというふうに、あの、まあ、現象としてメタバースの中では観測されています。 で、そういうことを、えっ、ー、と、やっぱりお店とか、あ,あの、なんてモールとか作っていっぱいお店があるようなところだと、えっ、ー、と、人が来て欲しいわけですよ。 人がいないところには誰も来ないので、人が来て中見て歩くと、ウィンドショッピングして、あ、これいいわって買ったりするっていうのは、あのまあ、リアルでもねあの、駅の前の人が通りの多いところでもって店を出すと儲かるみたいなのと全く同じようなことを、まあ、やろうとすると、中でもってキャンプって言って、中でもって、あ椅子に座ったりとかあの、窓拭きしたりとか、いろいろなねあの、キャンプがあるんですけども、そういうキャンプをあのしてくれる人に対して、 1あの、まあ、一時間いると、まあ、本当に一輪電とか二輪電とか、まあ、大した額じゃないんですけども、お金が入るというような、そういうような場所もたくさんありました。あの要は、えーとまあ、人集めですね、お金をばらまいてって、ちょっと上でトークンなんですけども、まあ、ばらまきながら、あのまあ、人をまあ集めるで。人がいると、また人が来るので、でそれでもって、新しいその、まあ、人通りを作り上げるというような感じの部分だというふうに理解してもらうといいと思います。 まあ,あとね、あの、イベントでコンサートとかセミナーとか、私もセミナーやったりとか、コンサートでもってですね、あの、実は、あの、なんていうんですかね、あの、えっ、ー、と、この間 NHK でちょこっと出ちゃったで、出したんですけども、あの、本当にロボットみたいなですね、あの、メタルロックみたいな感じでもって、あの、あの、実はですね、あの、こう、コンサート、あの、ギターを弾くようなアバターも持ってるんで、まあ、それでもって、あの、出ましたけども、まあ、そういうようなね、中でもってコンサートをやってい でちなみにですねあのこれはあの、えー、とよく言われてますけどあの、まあ、ミュージシャンとかそういう人たちがあの、まあ、コンサートとかイベントとか、まあ、小さなねあのカゴでもそうですけど中でもって人々の前で歌ったりあの、まあ、パフォーマンスするっていうのをまあ やめられなくなるっていう話を聞いたことあると思いますし、えっ、ー、と、本当にそれをね、あの、なぜかって理解してる人は少ない気がするんですね。まあ、やったことない人は分かんないですけどね。それがセカンドライフとかあのメタバースな中では誰でもできるんですよ。私も一度やったんですけど、むちゃくちゃ快感ですね。 あのもうはっきり言ってあの、エアギターですよ。エアギターでもって、しかもアバターが弾いてるんで、自分も弾けないんですけど、エアギターでもってボタンを押すといろいろなこう弾き方をやってくれるっていう、もう本当にボあの画面の前でもボタンを押すだけなんですけども、それでもってやった、この操作に対して、人からの,その,あのわーって,ってあの、まあ、拍手とかですねあの、すげーとかっていうのが来るわけですよ。いや、これね、本当にね、やってみると分かるんですけど、あ、これはハマるわと。で、逆にそういう体験で、 逆に、なんてうんですかね、こう、まあ、勘違いした人も出てくるかもしれないですけども、いろいろな意味でもって、人間がですね、体験できる。リアルでもってね、コンサートの、ね、ステージに立とうと思ったら、ね、そんなお前、あんまり考えするなって言って、まず、あのまあ、それこそ本当にね、あのカバン持ちからさせられるような世界だと思うんですけども、ももうそもそもギターが弾けないと、そんなもんになれないとかっていう話だと思うんですが、要は、誰でもいろいろな体験ができる。 それによって人の、ね、コミュニケーションの深さっていうのも深くなる可能性もあるんじゃないかなと思ってます。まあ、どちらにしてもですね、このコミュニティ、いろいろなコミュニティがあって、あのコンサートをやったりとかっていうコミュニティもあるし、逆にそれでもってね、あ,のある程度稼いだりとか、いろいろとあのお,金お金自体も市場も実際に動いたりもしてます。まあ、あと、メタメディアっていうふうで実はあの、あの あのコミュニケーションするっていう観点から言うとですね、実はアバターだけじゃないコミュニケーションっていうのが、まあ、先ほどちょっとオブジェクトとか環境とかっていう話ありんしけど、同期非同期の混在メディアなんですね、メタバースというのは。なので、アバターでメディアに、ね、入ってくるあのコンテクストがまあ共有できるっていうところと、集団メディア、あの一人ではつまらないって書いてあるすけど、先ほど人がね、えっ、ー、と、体験共有、深いエンゲージメントを出せる。これは本当の意味でもって、あのなんていうんですかね、 あの人々がたくさん来るようになればっていうのはまず前提なんですけどね。人々がたくさん来るようになれば、実はこんなにリッチでもって新しいメディアにはすごいものはないっていうふうに理解してもらってる。ただ今はたくさんの人が来てない。で、まあ、さっきちょっと言ったように、中で稼げるようになったらたくさん人が来る。たくさん人が来るようになったらば、中でもっての広告のあの、まあ、 例えばあの3次元の空間 CM っていうのも出てくると思うますそこでも体験しながらその商品の良さが分かるようなものっていうのをおすげえってそれを作るためにやっぱり1000万とか2000万とかかける人たちがいるとそれを作る人たちに対して新しいビジネスが生まれてくるというふうになってくると思う。今はですね人がいないので一生懸命お金かけてそれ作っても誰も来ないのでまあ 来ないって大変、イベントやるとですね、まあ、ちょこっと来るんですけど、すぐそうじゃない時には来なくなってしまうし、人がいない時には人が来ないっていう。例えば、あのクラスターさんがですね、あのハロウィンにあのあのあの、えー、イベントをやりました。で、何十万人も人が来ました。うわー、すげえっていうふうに言ってますけども、例えば今ですね、そのえバーチャル渋谷っていうのを作って、そこでイベントをやったんですけども、今、そこに行くと、ね、誰もいないっていうのが現象です。どういうことか。 人がいつもいないとですね、人は来ないんですよ。で、やっぱりそのイベントでもって人を集めるっていうのは短期的にはすごく有効なんですけども、でも、じゃあ、それでもってその人たちがお金を取ったかっていうと、有料にしては多分あんまり来ないと思うので、あの、実はですね、ビジネスに成り立たないっていうのが今の状況だっていうふうに理解してます。なので、時期早唱だけですけども、こういうものに実はいろんな投資をしたり、実験をしたりしていくことによって、人々が中でもって、 利益要するにまあ利益っていうのはねあの体験も含めてですけども利益を得られて価値を見出せるようになってくるとどん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 大きくなって市場的にはもう本当にねすごいあのリアルよりも大きな市場になりうるまあで今回ねコロナみたいなね感染症とかになりましたけどもリアルで動けないけどもバーチャルの世界の中でもって人々が楽しめるそれによって例えばですねあの 国が安定するっていうこととも起ここりると思ってますあの、まあ、これはあのいろんなさあの意見がありますけど例えばあのアメリカ軍が進、ね、駐軍が日本に持ってきたので、ね、プ,プロレスだとか野球ベースボールとかあるんですけどもそれを商用でもって、まあ、テレビで流すとでそういうゲームを見ることによってあの、まあ、人々が盛り上がることによってこう社会の不安を実はガス抜きをするというような。 あのまあ、あの効果があるるいいいうに研究されている方もいらっしゃいます私はまあそこはね専門じゃないんでちょっとあんまり偉そうに語れないんですけども要はどういうことかっていうとその人々ってまあまあ本当にせ幸せな生活してる人たちっていうのはまあね限られてると思うのでまあ本当は幸せかどうかっていうのはこの哲学的に言うとです、ね、その人はどう思うかだけなんで幸せだと思えば幸せなんですけどもまあそこまで達し できる人っていうのはやっぱりなかなか少ないので人々の不安がたまってくるとまあいろんな形でもって社会に歪みが生まれてくるでそれをですねどのように <laughs> まあ安定した社会にするかってことを考えるとこのメタバースっていうものはコストにしてもですねいろんなものにしても実はすごく効率のいい社会っていうのを築くことができるかもしれない可能性を秘めていると思のます。なのであのまあ あの中でもっての仕事っていうのを例えばねあのもうあの公務員的なね仕事っていうのは作ってもいいと思ってますし私が一番ね今一生懸命進めてるプロジェクトは、えー、プロシューマープロジェクトなんですけども日本で持っているそのあの IP って呼ばれている著作権物著作物アニメのキャラクターだとかドラえもんだとかガンダムだとかいろいろありますよねあれを日本のクリエイターは自由に使ってもしくは外国人でも日本で 税金を払って人は自由に使っていい、それを販売していいよというようなものを作る。で、そこはあのトークンをベースにやれば全部管理できますし、あのそのまあ、トークンというのは、まあ、仮想通貨ですね仮想あの、暗号通貨的なところで運用して、でしかもそれ売った先でまたさ,さらに再販されてもそれが戻ってくるでそて、そのトランザクションに対して国がその、えーとまあ、仮想通貨なんです、ね、あの、えー、と流通を ちゃんと管理できれば、そこに DAO 的にですね、中にこうスクリプト、あのスマートコンタクトを入れておいて、トランザクションごとに何パーセントか税金として入るような形にすると、実はですね、日本は外貨を稼ぐすごい巨大なですねバーチャルの空間の産業を、まあ、そこでもって育成できる。でこれは 企業がやるトヨタとか製造業とはもう丸っきり違って個人がやっていく。で、これが多分こううまく機能し始めると小学生が作ったものが高く売れたりとかまあ実際に、ね、NFT とかって実際ありましたけども小学生がですねこうやっていくと大学とか行くよりもそういう中でもってものを作ってた方が逆に言ったらば成功事例っていうのが出てくると もう中でもって入る人が増えれば、逆に言ったらその、その関連のビジネスもどんどん広がっていくというような、そういうエコシステムが中で出来上がるような方向性が、多分えっとまあいろいろな可能性につながっていくんじゃないかなというふうに思っています。なのでですね、この,あのメディアをですねうまく使っていくと。 いうのは、今からいろいろと研究していくべきじゃないかなというふうに、まああのえー、と文化会でも共有していますで。特にですね、あのメタバース内でもって、あのまあ、いろいろとメディアとして、同期型、あのリアルタイムでもってね、一緒にいないとできないというのは、アバターのコミュニケーション。で、ボイスチャットだとか、いろいろな双方向のインタラクティブもあれば、あのまあ、方向、一方からの,あの、ね、イベントの鑑賞ですとか、先ほど言ったコンサートとかね、まあ、中でもってですね、実は、 あの一方方向って言いながらも、コンサートやってるとですね、人々の反響っていうのがですね、チャットで返ってくる。チャットとかですね、まあ、音とあのいろんな中でも拍手の音とかいろいろあるんで、いろんな意味あの、あるんですけど、そういうものでもっていろいろ返ってくるんで、まあ、単方向とは一概に言えないんですけども、えっ、ー、と、まあ、こういうような、まあ、単方向の、まあ、あのメディアでもありますし、また、これがですね、非同期型になると、オブジェクト、作ったものでもっての、えっ、ー、と、まあ、 えと他のの人とのコミュニケーションでこれがまあさっき言ったちょっとね 3D の CM とかっていうふうには言い方がしましたけども空間 CM みたいな形になってくるとそこに来た人がその商品の良さを体験できるような空間になってる。 で、これは中でもってプログラムを組んでス、スクリプトを組んで、そこでもって、あのまあ、ウェブ連動やなんかでもって、例えば中でもって体験したちの仕草っていうのが YouTube で配信されるとかっていうか、あの、まあ中でもってインスタンでもってその、その写真とかをこうアップするとかっていういろんな連動をすることによって、非同機型でもって体感しながら、それが外にこうばらまいていけるような、こう、あの、プロモーションだとか、あの、いろいろなイベントも可能だというふうに思ってます。 で、まあ、あの実際にですね、単方向としては作ったものを売るっていうような形では、オブジェクトだったり、建物だったり、服だったり、まあ、装飾品みたいなものっていうのは売れる。で、あのまあ、これはすべての、えー、とメタバースに入れることではないんですけど、セカンドライフの中においてはです、ね、このプロシューマーをベースにしたコミュニティを支援するように、実はもともと10年前から作られてます。いいですかあの面白いのは要は要 中にあるオブジェクトすべてにユニークな ID が振られてますけども、それと同時にですね、作った人の名前が消えないように刻印されあのます。あまあ、今、NFT のアナカンダでもってすごい、あのね、あのモニターですあれは中央でもって管理する人がいなくてもできるっていうところでもって価値があるんですけども、セカンドライフの中では NFT 必要ないんですね。 なぜかっていうと、すべてのオブジェクトにちゃんとあの ID も振られて、誰のものかとか、誰に次にあの所有者だと作った人っていうのはデータとして全部あの変えられないような形でもってまあ移行されるようなシステムになってますので、実はねあのあの、まああの、セカンドライフを作ったフィリップさんも言ってますけど、NFT はセカンドライフは必要ないよっていうふうに言ってるんですが、まあ、そういうような世界だっていうふうに理解してもらうといいと思います。ただ 今、セカンドライフみたいなメタバースも中央の管理体制でもって、クラウドの延長線でもって皆さん運用しているところが多いんですけども、極,極論を言うと、それがそれぞれのノードに分かれた分散がさされた、まあえー、と仮,想通仮想空間、メタバースになっていき、マルチバースですね。で、マルチバースなんだけども、それぞれのまあデータが横にやり取りできるようになっていく。 でその管理をするためにあの、オペレーティングシステムが、まあ、皆さんの,あのパソコンの上でもって、アプリを起動してもいいんですけど、アプリの起動ではなくても、OS 自体がその情報空間の中でもって、自分の情報と外の情報っていうものをちゃんと切り分けた形でもって、まあ、あのさ作業できるような、そういうようなものの方が、実は本来いいんではないかと。もうすでにですねこう、Windows というような インターフェースにまあ、私はまあ、飽き飽きしてるんですけども、あの、もう、この、これが使いやすいかっていうと、私は全然使いやすいと思いませんし、あの、ウィンドウ、今もウィンドウズ、こういっぱい開いていくとですね、どれがどれだかわかんなくなったりとか、ファイルシステムを、今の OS のファイルシステムは、すごい、あの、なんていうんですかね、ツリー構造の、まあ、エンジニアにおいてすぐわかると思うんですが、ツ、まあ、リー,ー構造の、まあ、ファイルシステムを使ってますんで、決して人間にわかりやすい、 情報あの管理はないんですねなのであの、まあ、理想としてはもっといろいろなパラメーターでもってあの管理できる多次元の、まあ、データベース多次元でもって、まあ、あの管理できるデータベースを作ってそのデータベースが、まあ、OS とあの完全にこうシームレスにつながって空間でもって情報をです、ね、相対的にあの扱えるっていうようなものにしていくと 多分大きくく変わっってていいいんじゃないかなかう,うに思ってます、まあ、そこまでいくのにどのぐらい時間かかるかというのはちょっと見当もつかないんですけども、えー、とそんなところをですねあのちまちま、えー、とこの、まあ、勉強会の方ではあのやっていきたいなというふうにみんなで話していますさてじゃあ,あのそれでまあメタメディア空想空間で制約があるけども物理的なです、ね、あの制約がなく発信者も受信者もアバターとしてメディアの中の分身として存在する。 まあ多分先月も話したと思うんですけども仮想世界というかメタバースの中では企業も1アバターでしかない <laughs> まあこれがですねもうすごい平等な世界というふうに私はすごく思ってますし逆に個人が無限のチャンスをつかめるそういうようなプラットフォームというかインフラというものにこれからなっていってほしいなと思ってますしなっていくために何が必要かを考えていきたいなというふうには思っています。 さて、あの、まあ、ちょっとですね、あの、まあ、あと、あの、実はですね、この集団メディアっていう部分があるんですけども、アバターどうしてもって一緒にいることによって行動がみんな変容します。あの、まあ、これはもう、あの、リアルでも同じだと思うんですけども、例えば飲み会に行った時に、おじさんどうしてもって言った飲み会で話す内容とですね、可愛い,い女の子の中のでもって、おじさんが行ってこう話す内容って多分変わると思うんです。全く同じし話しかしない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、 コードが変わるで。で、環境によって人間って変わるので、まあ、先ほどのペルソナと同じなんですけども、この集団的なメディアとして入る場合に、要するに集団としてコンテンツを受信したりとかするので、例えば、あの、中に新しいあの人とか、他のものが入ってきたときに、このコミュニティの中でもって集団が、 いいねっていう人が、例えば2、3人いて言うと、もう周りも、あそうだね、いいねって話になるし、なんか、えー、違うんじゃねっていう人たちが多いと、違うんじゃねっていうふうにドミネートされてしまうような、まあそういうような集団的なメディアである特性を持ってますんで、あの、このコミュニティの属性とかそういうものを、できれば可視化するっていうことも技術的に必要になってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、あの、グループのですね、あの、えっ、ー、と、まあ、 プロファイルがあるんだよグループでもってそのプロファイルのところを開けばどんなグループかってこうちょっと書いたりするんですけどもやっぱりねなかなか分かりづらかったりするのをどう可視化するかとか、まあ、どういうふうに理解するかっていうのも含めて多分あの実は あの結構ですね、このメタバースの中でのいろいろなです、ね、コミュニティと個人で、個人とコミュニティ、もしくはコミュニティ間の、まあ、争いもいろいろあるんですけども、そういうものも含めていろいろとです、ね、解決したり、えー、とあの考えていくっていうのが必要性として出てくるんじゃないかなっていうふうには思っています。これもですね、まあ、いくゆくは大き,な大,き大きな人が入るようになればビジネスになっていく、コンサルティングビジネスみたいなものも出てくると思いますし、あのコミュニケーションが好きな人。 またコミュニケーション豊かな人っていうのは、逆に言ったらこういう仮想空間の中で実はすごい価値が見いだせるかもしれないというように思ってもらと面白いと思ってます。まあ、これはですね、ほとんどのメディア、本とかインターネットとかでこう人化していて、1人の人が見ている可能性が高いと。メタバースではあの同期型のメディアであるので、パソコンの画面を見ている人は1人かもしれないけど、アバターとして数人でみんなでそれを鑑賞できる。 えー、ここの部分はです、ね、うちの学生もあのその先ほど言った、えー、とメタバース化の中で,まで学校を作った時の実験でもって実証されてますけども、あのメタバースラーニングっていうふうなあの呼び方を彼はしてたんですけれども、e ラーニングとリアルのラーニングとメタバースラーニングってあった時メタバースラーニングっていうのはすごい面白い現象が中でいっぱい起きた。 先月、それ話しましたけどすみません私話したことを忘れたんで、もしあのその辺聞きたいなって人がいたらば質問でもって投げてもらえれば、またその辺詳しく説明しますけども、まあ、400人ぐらいの学生がっていう話なんですが、あの本当にそのですか、ね、あのメタバースの中でもって、えー、といろいろな現象が起きますし、逆に言うと、それでもって、えー、と一体感も出るし、あと友達と一緒にいるので、あの授業に参加しようと。 <laughs> まあ中で結構ねかわいい人がいたりとか気になる人がいればね学校に行くのが楽しくなると同じような現象がメタバースでは起きると。e ラーニングでねあの映像を見てるだけでもって勉強しようって言ってモチベーション続く人っていうのはよっぽどいあの、まあ、意識の高い人か意志の強い人じゃないとなかなか続かないっていう話は皆さんもねあのよくご存じだと思うんですけどもそういうのが、えー、とこのメタバースの中でもって学ぶことでもって 実は新しいその人の学びっていうのもこう構築できるんじゃないか。なので、教育系はですね、これ、すごくあの新しい試みとして、私は可能性があると思ってますし、逆に、そこにですね、あの逆にじゃないんですけど、そこにいろいろなディレイの支払いシステム、これもちょっと文化会でもって、この間ちょっと話したんですけども。 先生を教えてるとき、学生っていうのは小さくしまだお金も持ってないので、そこからお金を取るっていうのが、まあ借金さ,、ね、させて、大学ね、あの行かせたいと、学生ローンとかありますが私はこれ、実は罪だと思ってですね。どういうことかっていうと、お金のない人にお金を。 授業あのあの教育をつけてで将来お金が儲かるかもしれないからって,って先付けでもって取るっていうのはおかしいと思っていて成功する失敗するっていうのはもう半分運もあると思うんであので確実なものじゃないとだとしたらばあのあのアメリカの VC のようにですね10人を教えて1人2人成功したらば帰ってくる教えた そのまあ、エコードが返ってくるというようなシステムにすればいいと思っていて、それをウェブ3でできないかなというのは今ちょっと模索しています、えーと。どういうことかというと、生徒も無料で受けられます。先生も無料で教えます、その時は。だけど、生徒が成功したらば、その成功した人から、えーとまあ、全員じゃなくていいんですよ。成功した人が、えー、とその成功した分の何割かをあの返してお そうするとそ、それを、その生徒を教えた人と先生の、まあえー、と授業数とかユニット数でもって分配されるようなシステムです。要は、一生懸命教えて、その生徒を成功させると、自分に返ってくる。ただ単に、こう、授業をですね、毎回毎回やってて、とりあえず、あの、給料もらってればいいやっていう考え方ではなくて、生徒を本当の意味でもって、どうやったら成功させるかって、真剣に考えるような先生方に入ってかる。でしかも ああのまあ、変な話ですけども、若い時からこうねあの大学生ぐらいでも教える、ね、あの家庭教師とかやる人いるけど、もけど、その時にお金をそこでもって取ってもらってなんとかっていうんではなくて、あのペイフォワー,ード的な感じでもってやってても、もしその学生たちが成功したらば、将来帰ってきて、もう年金いらないやぐらい帰ってくるかもしれないっていうようなシステムっていうのはできないかなっていうのは今考えてます。なので 今までの資本主義のですね、トランザクション、お金のトランザクションのその時の価値でもって、その瞬間にこう、一回だけでもって入れ替わるってものなんですけど、デジタルのトークンとか、ウェブ3の DAO を使うことによって何が可能かっていうと、時差を持たせる。貸し借りっていうものが、で、貸,貸しも借りもですね、返さなきゃいけないとかっていうのではなくて、あの、ただ単に数値としてですね、あの、それがこう、 管理できるようなシステムで誰も死体がこう,こうじゃなきゃいけないっていう決めるのではなくて、まあ、そういうものが累積していってで前、まあ、行っていうかこう人に教えたりとかいろんなことをすることによってそれが将来帰ってくるかもしれない帰ってこない人はまあ残念だったのでいいと思ってんですけども要はですねあのそんなような社会っていうのもまあ あのリアルもですね実はこれからマルチバース的になってくると思います。どういうことかっていうとあのリアルのお金だけでもってこう一生懸命ビジネスやってる人たちもいるしあの一生懸命工場でもってリアルのものを作ってる人たちも必要だし農家がね、まあ、あの基本的にこう、まあ、の農業の第一の,、まあの波、えー、こあのな産業の、えー、第二の波っていうね産業革命の第二の波っていうのはまあ トフラーさんの本でも、第三波見て情報革命ってありますけども、まあ価値が変わってくる。だけど農業も絶対なくならないし、生産業もなくならない。だけどそうじゃない、もっと大きな可能性っていうのがこのメタバースとかデジタル産業、情報産業だっていうふうに思ってますので、そこでもってもっともっと大きなものができてくると、人々がそこでもって、えー、と恩恵を受けられると。 いうような、まあ、そんなようなことをえっ、ー、とできないかなっていうのをちょっといろいろと考えています。えっ、ー、とさてですねあのちょっとあの話いろいろ飛びましたけどもえっ、ー、とちょっと時間過ぎた感じだったんでまた田原さんの方に戻したいかなと思います。えっ、ー、とこの後質疑応答でもって答えたいと思います。でよろしくお願いします。はい先生ありがとうございました。えー、お聞きになった皆様いかがだったでしょうか。 はい、さんこれから、うん、はい <laughs> あの質疑応答の時間に入りたいと思うんですが先生あのはい大丈夫です、はい、実はですね先ほどですね <laughs> あの、えー、と何だったっけあのマカデミアナッツを食べながら喋ったんですけ、ね、ど <laughs> それがちょっと期間にちょっと入って <laughs> えッてやってるだけなんで大丈夫ですありがとうございますはいそれじゃああの皆様にはこれから質疑応答なんですが毎日 まあもうちょっとここで失礼しなきゃいけないという方がおられましたらはあのチャットの方にございますけれども参加者アンケートの方にぜひご回答いただきたいと思っておりますまた井出さんの方から途中で先生がお話しくださったということでデジタルアカデミアの URL も載せていただいておりますはい 参加者アンケートの方よろしくお願いします。ただ、できる限りあり、皆様からいろんな率直なご質問、あるいはご意見、先生とコミュニケーション、それこそアバターではないんですが。<laughs> いや、私、アバターになりますよ、それで。いや、<laughs> あの,のアバターよかったですね。ありがとうございます。アバターにした方がいいんだなって、すごく思いました。<laughs> <laughs> はい。それではあの、皆様からいろいろご質問いただけたらと思います。えー、ここでちょっと MC をバトンタッチいたします。 ビズ AR から XAR に変身ということですけれども、えー、この XR 研究グループと、えー、今リーダーを務めてくれます。くれてます。井出さん。はい、井出さんよろしくお願い,いします。はい、では、パールファンからバトンタッチしました。首と芸応答からは、井出が司会させていただきます。TS の資源者にです。よろしくお願いします。はい。 というわけで、三菱先生、このまま続けても大丈夫です。ゆ、はいまあ、っくりっていこうかなと思いますけど、もし、えーとまあ、声出すのあれだったらチャットの方に入って、ね、い,いいですし、<laughs> えとまあ、必要に応じて、まあ、手を挙げていただいてもいいですそのままあのオンにしていただいてもいいんですけど、も質問ある方いらっしゃいますか 最初はなかなか口を切るのは難しいですよね。で、またちょっと私から最初の質問、まあ、今日本当にいやあのメタバース、メタイコールメタメディアとか、そのメタバースはコミュニティメディア本当にその通りだな。まあ、あの前の議論でも結局コミュニティが全ての起点であって始まりだよねっていう話で、水口 <laughs> 先生、まあまあ、さにその通りという話をあの議論してたと思うんですけど、で、私ちょっとまあ今回の三菱先生のお話の中で若干気になったのは、その企業、まあ、今多分メタバースって今儲,儲かるぞとか、あの <laughs> ザッカーバーグが言い始めたから、メも <laughs> う儲かるのかなみたいなので、も、まあ、儲からないんですけど、あのそういうこところで企業があの注視している、だ今日も結構あの登録者多かったりしたことも、そういう企業の方とかってこう、えー、注目していると思うんですけど、で先ほどその企業も一つのアバターに、まあ、っていうかメタバースは基本アバターしか入れないので、そうなるんですけど、<laughs> うん、逆に言うとそのめ、特にセカンドライフのこところをお聞きしたいんですけど、企業というものが、 あのメタバースの中で生まれたことってあったのかなっていうのが若干あ,ありますよ。よあ,のあ実際にはいもう実際にブランドが生まれたりとか企業が生まれたりもします。あの中でもって特にあのお金のトランザクションの企業さんとかも生まれましたし。うん、あ,あのあはい あとビルダーっていうのは、まあ、あの企業相手にですね、あの中の空間を作るっていうビジネスはたくさん生まれましたけど。さっき、お金を回すっていうの、その流通させるところの役割を担う、ある種、企業というかコミュニティみたいなのがもうその、要するに人間ラボ以外でそういうところをやってたみたいなところが。 セカンドライフにいるっていうことです、ね。はい、ありました。ありました。あの、うん、あと、あの、りそ、あの、りんドルを預けると利息がつくとかっていうようなビジネスもあって。えっと、なんか、ね、年、何パーセントかって、十パーセント近いのもあって、<laughs> 怪しいなっていうのもあって。で、あの。 あのまあ、これ、半分遊びだったんでね、あれなんですけども、でまあ、それがちょっとあまりにも行き過ぎちゃうと困るってことでもって、あの銀行業務をやる場合、うん、セカンドライフの中で人工業務をやる場合には、えっと、リアルで持っての銀行のこう、あれを持ってないところはできないっていうふうに実際、えっと、何年だったかな、2008年か9年ぐらいにそういうふうな縛りができました。うん、なぜかっていうとね、やっぱり儲かるよってお金集めて、でもってイベントやってお金を稼いでっていうような、うん、まあそうやって回してる人たちもいたので。 まあ今でいうはクラウドファンディングみたいなもんなんですけどね、ただ、クラウドファンディングってダメになるかもしれないっていう、まあ、一つの、こう、あの、何て言うんですか、ファウンドじゃないですか。そうじゃなくて、銀行みたいな感じで持って、お金を預けたらば増えますよみたいなことを言ってたんで、ちょっと問題があ,のあったという。<laughs> まあ何でも実はありだったんですけども、まあだん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 、うん、まあリアルの人が増えるとですね、勘違いして、それでもって遊びじゃなくて、もうリアルでもって儲かると勘違いする人がいるので、まあちょっとその辺規制が入ったといいまあその辺は基本リアル、まあさっき水口先生おっしゃってたとおり、結局リアル人間であることには変わりないので、<laughs> 集わりだまり出すはある程度はリアルをそのま反映してくるまあ<う>とは、全くその通りですね。はい、まあそれはそうだという話ですね。あわかかりりります。やややっっぱぱななんんその辺もも含めてもやっぱりこう今後いろんな で今は結構長く持ってる本当セカンドライフぐらいしかないので今の,の,、はい、の VRHMD 被かぶっているところがまあ2016年以降の新しいところかなと思うんですけど、はい、まあそういうところもまた三菱先生としては繰り返すんだろうないうと本当に、ね、あの繰り返していると思いますで、うん、あのでやっぱりそのデジタルのメディア例えばあの皆さんまだ覚えているかという i モードとかって一時期設計したのは消えましたよね。<laughs> <laughs> ああのなのであのプラットフォームと インフラが変われば基本的に一瞬にしてな、ね、くなってしまう可能性もあるっていうのを前提に考えなきゃいけないと。うん、で,で、じゃあその中でもって本当に残るものってなんだろうって考えた場合にやっぱ人なんですよね。うん、なので、そ人をいかにこうコミュニティとしてこう成熟させるかっていうところが重要でビジネスにあまりにもこう走りすぎてしまって人を忘れるとですね、うん、多分えっ、ー、と何年か先になると苦しくなる可能性もあるっていうので、多分もう。 そのビジネスのこう倫理観とかそういうものも変えていかないと、あのどこを中心に考えるかとやっぱ人を中心に考えないと難しくなってくるビジネスなんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ、それでは他に質問のある方はいらっしゃいますか何でも。ぜひ、あ、はい、の話でも、<laughs> さっき言った企業っぽい話でも大丈夫ですが。そうですねはいあの まあ、あのとはいえですね、お金をリアルだったら儲けないといけないじゃんっていう話もあると思うので、まあ、そういうようなところでもあの突っ込んでいただいたら嬉しいので、<laughs> <laughs> ぜひよろしくお願いします。出ないと私がまた当てに行くで <laughs> 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 だいたい知ってる人がいたら当てに行くところになりますが、あれですよね。あ、メッセージがですね、来ました。はい。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と。 えー、友谷さんから、はい、日本人は保守的な傾向があるとのお話でした。現在でも不特定多数が参加してる、SNS に参加するのはハードルが高いと感じている,感じている人は多いと思います。このような人にとって、メタバース世界は現状よりハードルが低いものなのでしょうかそれともさらにハードルが高いもの オンラインゲームに全く興味のない人や SNS に興味がない人をメタバースの世界に引き込むにはどのような手段が効果的でしょうかというところですね。はい、ありがとうございます。もうすごいいい質問だと思います。えまず最初のねハードルが低いか高いかというとですね、あの先ほどちょっとお話ししたと思うんですけど、マルチバースという風な言い方をしたと思うんですけども、実は すごく敷居の,の低い、例えばあの、キティランドとか、まあ、そういうような、もう違った切り口でもってのメタバースももちろん作れますし、もう少しガチガチのですね、もう本当に AITC のようにこうエンジニアしか入れないようなね、<laughs> これ、敷居高いと思いますよ、実は。敷居 <laughs> の高いようなコミュニティも、まあ、メタバースの中でもって活動できるだろうしっていうところで、実は、 多様性っていうものは実は実じゃないかななと思ってますなので、例えば小学生とか中学生がね、あのあの小さな子供を安心して遊べるような空間ももちろんできるだろうし、逆にそれをやらなきゃいけないんですけど、今はですね、あのその子供たちの空間を作ろうとすると、そこで稼ごうとするんで、なんとなくその,なのおもちゃ会社とかですねあのあの、アニメ会社とか、そういうようなところから、まあ、ちょっといろいろな、ね、働きかけが来ちゃうんですけども、本来は、 その子どもたちにとって何が必要かっていうのを考えるような空間ができると、もっとですね、あの安心して入れるような、うん、あのそのメタバースができるんじゃないかなと思ってます。うんうん、で、さらにあの、オンラインゲームと興味のない人とか、SNS に興味のない人を、どのようにメタバースに、えー、と効果的でしょうか。もう先ほど言ったように、稼ぎる場所です。<laughs> 要はあの、例えばね、あのスーパーでもってレジ打ちとかってやると同じようなことでもって、 稼げると、その帰りにどっかに寄ったりとか、帰りにどっかに行ったりとかっていうのができるような、そういう環境ができて、初めて中に入ってくる人が増えると思います。あのどんなに楽しくてもですねあの、もう週に1回楽しんだらいいやっていう感じのエンターテイメント的なものだと、人がそういうイベントのないとき人が全然いないようなあの過疎地になっていきます。なので、まあ、一番重要なのは、 そのメタバースの中でもって人々が稼げる、生活が成り立つというような、そういうメタバースをいかにできるか、まあ、今ちょっと私が一生懸命考えているところなんですけども、そこが起点じゃないかなというふうには思っています、えー。お答えになっていれば幸いです。ありがとうございます。じゃあ、どんどん今質問が来たんで、はい、じゃあよろしくお願、はいしメタバースを使っておられる方々、例えば学生の方は、リアルの生活とメタバース内の生活をどのようにバランスされているんでしょうか、特に時間配分の観点でというところが。<laughs> はい えとこれはです、ね、とてもあの重要なところだと思っています。えー、と中にはです、ね、朝から晩まで入ってしまってこう、うん、はまってしまう学生も時々出ます。うん、ただし、まあ、大体こうメタバースの場合だと、そうなっても、えー、と1ヶ月以上もっとそのまま来続けている学生はまずいないです。うん、あというのも、メタバースというのは、あのいろんな意味でもってです、ね、楽しい部分と、まあ、リアルに近い部分というのがあります。でそういうところがで見えてくると、だんだんこう沈静化していったりと しますで逆に言うとその後入らなくなっちゃう学生も多かったりもするんですけどもあの、まあえー、と難しいのは、えー、とメタバースの中っていうのはリアルとですね実はあんまり変わらないんですねあのさっき言ったようにいろいろなことができる確かにいろろなことできますけど誰でもできるんですねあの変な話あの自分しかできないことがあってこう特権階級みたいな形になったら多分すごくのめり込む人いっぱい出てくると思いますだけどそれがないんですよ 誰でもできるっていうことはですね、ちょっと変わったことやっても、誰でもできてしまうってこと自体は、面白みがどんどん欠けてしまうっていうような傾向があるというふうに思ってます。で、逆にそれがいいのかなと。要するに、もう空気と同じように、リアルと同じように、中でもって、あどっちかっていうことではなくて、両方とも活用して、人々がもっと、その、なんていうんですかね、いろいろな体験をしたり。 えといろいろな情報を得たりできるようになっていくのが理想かなというふうに思っているので逆にバランスっていうふうに言ってねどれ何時間がいいとか何時間だけとかっていうのはちょっとあれかなと思ってますがただあの VR の方の まあ、ゴーグルをつける方はですね、長い時間無理です。<laughs> あの首がね、本当に凝ります。年、まあ、もあると思うんですけども、あの若い人はねあのあの、3時間とか8時間とかできるかもしれないですけど、でも、多分三3、4時間の限界じゃないかな私なんか1時間以上やってたら、もう首痛いんでもうって、もういいやって感じになっちゃうんですけども、そんな感じで、物理的なね、あのあの部分もあるかなというふうに思ってます。 でえー、となので、まああの、何がいいというよりかは、人によって変わってくるんじゃないかなというのはまず一番大きなお答えになってくると思うんですけども、えーとまあ、要はですね、それでもってちゃんと社会に還元できるか、そこが一番重要なポイントかなと。 社会に還元できて価値を生み出せば、それが対価として返っていくる生活が成り立つというような、私は考え方をしているので、要は社会にとってそれを還元できるようなものをそこでもって作り出せるか、もしくはちゃんとイベントとして起こせるかというところが、中にたくさんいても大丈夫という言い方、変な言い方ですけども、全然問題がないかなと思っています。ただ単に消費でもって中に居続ける、これはゲームではあるんですけども、ゲームの場合にはですね、 中に滞在させるような仕組みを業者が一生懸命作り込みます。楽しくします。<laughs> なので、あの、アドレナリンがいっぱい出るので、うわ、楽しいっていう風な体験をですね、提供してお金を取ってるんですけども、まあ、それにはまってしまうのが一番問題で、メタバースの場合には実はそういうような場所だけではないっていうところをご理解いただけると面白いかなっていうふうに。 はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、またえ続々と質問が来てくれえっとご講演ありがとうございます。大変参考になりました。で1点質問があります。3D レーザースキャナーなどによって取得された現実の 3D 空間データによるデジタルツインのメタバースにおける将来の需要についてお考えをお聞かせお願いできないでしょうか<あ>もう近年、はい、iPhone とか。 えとマターポートのやつとか、まあ、比較的低コストで現実の,の 3D 空間がデータ取得できるようになった中、最近の動向を踏まえてご見解をいただければと思います。はいあ,のありがとうございます。あのこれ、すごく、ね、大きなブレイクスルーになっていると思ってますし、私の知り合いの沼倉さんという方が、ねまあ、あのあのミラーワールドのです、ね、構築とかいろいろやってますけども、あのリアルをです、ね、メタバースの中に置くっていうのは、リアルを俯瞰して人間が観測できるようになります。 これはすごく大きな。まあ、Google Earth でもね、す、ま、で、あ、にもうある程度まで出来上がってますけども、人間の感覚が変わったと思います。今、地球が丸いっていうのを違うっていう人はいないのもうあの、まあ、昔はですね、頭ではそう思ってても、地球が丸いっていうものをですね、体感できる人はいなかったんです。あのまあ、宇宙飛行士でもって実際にね、宇宙に行った人たちは見てますから、分かるんですけども、そうじゃない人たちにしてみると、頭でそう思ってただけであって、実際に体験してないんですよ。それが デジタルの空間の中でもって再現で、ジググラスなんかで、こう、ばーって弾くと、地球丸くなりますから、あこういう風な感じだっていうのを疑似体験ですけど、体験できるようになってる。これが実はすごく大きくて、で、あのずっとズームインすると、リアリティがそこにある、リアリティがその向こう側にあるっていうことでもって、実際にそれを感じること。 であの実際にレーダースキャナーでもってスキャンしたものっていうのは、あの安価に、ね、いろんなものがこう中に取り込まれていく、なので、どん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 リッチになっていくと思います。ただし、えー、と実はですね、このえー、とすごくあの、まあ、技術的な話になってくるんですけども、じゃあ,あの、レーダースキャンでしたデータをそのまま中に入れていけばあの、リッチになっていくかっていうと、実はデータ量がむちゃくちゃ多くなります。 で、それを圧縮する技術もまだ、えー、と不完全です。まあ、ある程度あるんですけどもあの、まだ未熟なものしかないです。 え映像とか画像に関しては、えー、と結構圧縮技術ってのはすごく、まあ、進化したので今こうやってねズームでもって皆さんの映像動画を見ても全然ディレイとか遅延とかないですけども3次元のオブジェクト物体に関して言うとまだまだ未熟な圧縮しかないのでその辺はこれからの技術革新が求められると思ってますしその空間での圧縮というものをですねあの考えるとまた面白い。 あの数学的なね世界に入っちゃいますけども面白い技術であのまだまだこれから改善が必要じゃないかなというふうに思ってます。であの実際にですねその,あのレーザースキャナーのデータ量が多いのでその多いデータ量を、まあ、再現するのにやっぱ負荷がかかると。で、まあ、CG なんかですと LOD レベルオブディテールっていうようなものでもって実はあのオブジェクトをですね作るときにもう 粗いオブジェクトと細かいオブジェクトを全部こう段階、大体4段階ぐらい別々に作ります。で、作ったものをですね、その人が見てる距離によって、要するにレンダリングするのに必要な距離によって切り替えることによってスムーズに、要するにディテールがあるように思わせるっていうのをゲームの中では取り入れてます。なので、まあ、そんなような技術も含めてですね、ただ単にデータスキャナーしたデータが多くなれば豊かになるかっていうと、実はそうじゃない可能性もいっぱいあるなと。ただし そのリアルが中で見れるということに対しての価値というのは、疑似体験も含めてすごい大きな価値だと思っていますので、あのまあ、本当にあの今だったらねあの、グランドキャニオンでかいよっつって、Google アウスで持ってグランドキャニオンに行って、え見てであの、自分のアバターで表示するとす、すごく分かりやすいですけど、どれだけでかいかと。ただ単にです、ね、データだけ見てると、3D のデータっていうのは大きさっていうのは分からないんですけど、中にアバターが入ることで、その相対的に大きさを感じられると。 いうようなところも含めて人間のですね体験できるものがどんどん増えていくと思うので、これは大きいと思っていますあの。できればですね月のですね月面のクレーターを登ったりとかね、私やってみたいんですけど、まだそういうコンテンツがないので、できたらぜひやってみたいなと思っています、えー。答えになっていれば幸いです。ありがとうございます。じゃあ、えー、っと今のとこ最後の質問ですね。ご講演ありがとうございました。素人の質問でで教室です,ですがメタバースってもっと フェイスブックのメタがやっているものだけではなく、いろいろな業者が運営している空間が複数存在するのでしょうかということですね。はい。はい、その通りです。あのー <laughs> もう,もう悲しいからです、ね、メ,タメタ社が言ったから、皆さんこうメタバースって言葉ば知ってる感じだと思うんですけど、15年ぐらい前あの、セカンドライフはもう18年、20年近くありますけど、20年ぐらい前からもうすでにメタバースという言葉はあって、えー、と15年ぐらい前にメタバース協会っていうのを <laughs>、まあ、あの立ち上げたりもしたんですけどあの、その時はあまりにも皆さん知らなかったんで、広がらなかった。 まあ今やればいいんじゃないかっていってねいろんな方々がやってるんでもう今更っていう感じなんですけども要は、えー、とメタバースっていうのは実は昔からありますで概念自体はですねもう80年代からもそういうような近いものがあったりもしたので実はですねもう古い技術なんですよだけど、まあ、広がっていくとか回線が太細いので昔は2次元のアバターみたいなおちょこちょこ動くぐらいしかできなかったものが <laughs> 3次元でセカンドライフでもっと動けるようになったんですけどもその時も あの高性能なパソコンがないと入れないとか、ね、そういうような、もう、えー、と10年前ですと、やっぱりね、普通にグラブが載ってるパソコンじゃないと入れなかったので、あのなかなか普及しなかったと。 まあ、CPU の中に GPU が乗るようになって、もうどん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 その辺改善されてきたので、あの普通のパソコンでも見られるようになってきたっていうのが今の現状かなっていうふうに理解しています。あとの大きいのはちょっと今日ね話逸れちゃいましたが、Unity っていうゲームエンジンができて、学生でもですねメタバース作れるんですよ。<laughs> まあ、こんなこと言ったらねあのメタバースを一生懸命作っている方々に失礼なんで、あのもちろんいろいろとね作らなきゃいけない細かいところあるんですけども、ベーシックなメタバースだったら学生でも作れるような技術が まあ無償で公開されているというところがもう実は大きいかなと思っています。なので、いろんなメタバースがこれから生まれるし、自分でも作りたかった、作りたいって言ったら作れてしまうというところがこの面白いところじゃないかなというふうに思っています。まあ、お答えになっていれば幸いです。あ,のありがとうございます。 のそうですね前のセカンドライフの頃から考えたのは、あのセカンドライフあの開くとオープン g l で作ってますって、すごいなって本当に思うんですけど、はい、確かに今、このメタバースがさらに作りやすく、誰でも作れるように、まあ、ほぼほぼ、三菱先生のおっしゃる通り、作れるようになったって、まあ、ユニティとかアンリアルとか、かなりゲームエンジンが民主化、あと GUI で操作できるようになったっていうのは、いゃ大きいです。 あのでパソコンも強くなって、あと右人側もスマホとかパソコンが強い。だって昔その、例えばメタバースを作るって最低2億かかるって言われてましたから、<laughs> <laughs> それが今あの、学生でもできるようになったんですよ、もうこの、ね、ブレイクスルーはむちゃくちゃ大きいと思いますね。うんうんうん そういういまあそのマルチバースの世界も向けて多様性も向けてみんなときに誰でも気軽に作ればいいんじゃないかでまあで残るべきものが残ってあのみんないつくところがいつけばいいっていうところですそうですあの先ほど言ったようにですね実はその誰でも作れるんですけども問題は人がいないと面白くない <laughs> じゃあ人を作るで,で逆に言うと人を呼び寄せられる人は、うん、どんなメタバース作っても人が来るので人が来ます いいですかこれからは本当にこう人に好かれる人がですね実はこういうのっていうのは強くて企業とかですね大手の,あのブランドとかではなくて人が好きな人っていうものがバリューとしてね、うん、すごく重要になってくるんじゃないかなと思います。 いきます。はい、あのじゃあ次いきます。えっと SNS で荒し行為をする人がいますが、メタバースでも意図的に暴れる人が現れるかもしれません。こういう時に現実世界では警察性 警察に仲介や解解決決を頼むなど解決手段ありますしかし、メタバースで頼れる人がいないとコミュニティに参加する人が徐々にいなくなってしまうのではないでしょうか。うん、技術的な会議団の開発に加え、罰則を伴う運用ルールや罰則などを適用する管理者、監視者が必要になるのでしょうか。メタバースってす,、ね、すごく、ね、楽なんですよ。その監視とかあのコントロールが。これは、えーとまあ 人間者が実際にね、まあ、セカンドライフルまでやってて、まあ、ビッグシックスって言って、人に迷惑をかけていけないとか、人を誹謗中傷しちゃいけないとか、風、まあ、あのフーズルーに反することをしちゃいけないとかっていう、もう大きなあのルールがあります。で、そのルールに反すると、どういうことが起きるかっていうとです、ね、アバターが、えーと、例えば1週間とか1ヶ月とか入れなくなります。それだけです。 いいで,すかでまあいやじゃあ別のアバター作ればいいじゃんってまあたい普通そう思うんですねだけど変な話アバターを作ったばかりの新人のアバターの番には信用度がないんですよわかりますかなのであの例えば取引するときでもあのあの入ってまあ何年かいる人じゃないと取引しませんとかそうじゃない人たちはそのエリアに入れ,入れません番っていう機能があるんですけども入れないようにすることが簡単にできるような 仕組みになってますなので、コミュニティが自分のエリアを持っていると、そのエリアにです、ね、入れる人は自分のコミュニティに入っている人だけってできるんですね。要は、あの何て言うんですか、リアルって、ね、勝手に、ね、こう侵入したりとか、何だかんでできちゃいますけども、もメタバースの中では100%アバターをコントロールできます。いいですか なので、えっと、実は嵐行為をするっていうのは、もちろんあのいます。そういう方もいますけど、そういう人たちは大体新しいアバターを作って、でもってこう嵐をするんですけども、まあ、バンされて、また作ってバンされてみたいな形を繰り返す人ももちろんいます。だけど、コミュニティの方でもって逆にそれもコントロールできるので、そういう人たちは入れないようにしとけばいいだけなんですね。自分たちのグループしか入れないようなエリアも作ることができるというような感じで理解していただくと、うん、どれだけコントローラブルな空間になの リアルとは全然違うだからで、しかも中でもってで銃持ってきて無理やり入ってきたりとか火炎瓶投げてきたりする人はいないわけですよ。で、まあ誰も死にませんし <laughs>、怪我しませんし。というようなところを考えると、もっと。 緩やかにですね、逆にこう、荒らしてる人がいても、ああ、この人、かわいいなぐらいに思っても、でもう、うざかったらば、あこの人、このエリアに入れないにしようって、バンって、ピってやれば、もう、その人、もう全然入れなくなっちゃいますんで、<laughs> というぐらいに、あの緩く考えた方がよくて、心配するというよりかは、どちらかというと、その、どういうふうに運用していくかというところに、あの主体を置いていくと、面白いと思います。それ答えになってますかね。 ございますじゃあ、今の最後の質問です。はい、コロナでよく使うようになった Web 会議って、はい、メタバースの最小単位のように感じることがあります。実物で全然知らない初めての人がウェブ会議に入ってくると仮想空間で初めて会っている人なんですよね。最近そのような人がだんだん増えています。この流れはだんだんメタバースに近づいていると感じますが、メタバースの経験が多い先生の観点から見るとどうでしょうか。 ありがとうございますとってもても面白い観点だと思います。えー、とウェブ会議とかですね、実は SNS とかウェブ会議があの普及したっていうのは、すごいメタバースにとって入りやすい人が増えたんじゃないかなって本当に思います。えー、特にあの、まあ、10年、15年ぐらい前にセカンドライフからね流行った2006年ぐらいかに流行った時にあの、一番面白い現象として言われているのが、日本人はですね知らない人が来ると逃げる人が多いんですよ。なぜかって、外国人が来たら英語喋れないから嫌だって言って、逃げるんですね。 だけど、えーと、あと知らない人と話すのは、日本人って苦手な人が多かったんです、その当時は。だけど今、若い人たちは見ると、Twitter とかですね、LINE とかでもって、全然知らない人とつながったりとか、やり取りしたりとかっていうのは、なんでもなくなってきてる。要は、あのメタバースの中だと、さらにです、ね、アバターになってるんで、誰か分からないわけですよ。分からないけども 実際にこう話をしたりとかいろんなことをやって、あこの人面白そうだなと思えば友達になればいいし、そうじゃなかったら友達をきじゃなくきればいいっていう。で、あのまあ、メタバースの中に種類にもよってよあの違うんですけど、大抵友達機能っていうのはあります。SNS と同じような感じで。なので、あのその友達がそのあの空間の中に入っているときにこうあのあ、一緒にいや中にいるよっていうのを分かったり。 えと友達にねあの今いる場所に来ないって誘ったりとかってできるテレポーテーションを送ったりとかっていうの大体できる機能ついてますんでどういうことかっていうとあのもう中でもって人間関係によってこういろんなところに行けるようになってくるとそれで誘われてあと友達ができるともっと入るようになっていくって形でもってメタバースがだん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 徐々に広がっていくんじゃないかなとは思います。 あの本当にね、ツイッターとか LINE とかできる前は、知らない人と話す日本人って変な人みたいに思われてたんであので、だいぶこの辺ががの何て言うんですか、ね、緩やかになったなっていうふうに思ってます。でも本当そうだと思います。はい ありがとうございます。ちょうど21あ時ぐらいになったので,、はい、で、質問がなければこの辺りで、ちょっと私もいろいろまだお聞きしたいことがあるのです次回から <laughs>。また、また、あの、はい、あのオフ会とか色々、ねはいろいろ。はい、ディスカッションを下していただければと思いますが、<laughs> 時間となりましたので、今日はこの辺りにしようかなと思っています。で、まあ次回、まだ、あのに、 次のテーマ考えているところですが、まあ、水先生の,あの少しお話できた空間を援まあ、ちょっとこの AITC のえともうコンソーシアムの頃から、ね、今日参加されている中川さんとか、あのー、が中心になって考えられている話と、メタバースというような話を中心に考えていこうかなと思っています。はい。あ、荒本さん、ありがとうございます。はい。というわけで、次回、まあ、た6月下旬から7月上旬ぐらいに、はい、やっていこうかなと思っています。はい。で、まあ、繰り返しますが、あの参加者アンケート、皆様の えーまあ、いろいろフィードバックがあるとこちらもいろいろ考えられるので、えーと、ぜひぜひどしどし、えー、と参加者アンケートを書いてくださいというところです。じゃあ最後に、えー、と田原さんにお返しして締めていただこうかなと思います。はい、三菱先生、ありがとうございました。はいどうもありがとうございます。どうも長時間ありがとうございました。あの締めも何もなくて、まだ皆様いろいろお聞きになりたいんじゃないかなという感じがいたします。あの初回が3月でした。で、えー、3回目。 そして、今ご案内があった通りで今企画を進めております。ということで、あの話がどん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 膨らんでます。また、あれ、私たちこのオンライン会議でメタバースの入り口のところには来てるんだっていうのもまあ、最後のあのチャットでのご質問からもなんか感じた次第です。また、さらにさらに深めていけたらなと思います。そして本当に触ってみたくなりますよね、えー、そんな場もできると嬉しいですね。なんてちょろっと言ってしまって。 今日のこの第3回オープンラボは終了としたと思います。ご参加いただいてありがとうございました。 なんか寂しいので、どうもありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。<laughs> この辺がこう分かれ際が難しいです。じゃあ、どうも失礼いたします。はい、じゃあう、あり,ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、はいありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> はい、<laughs> うん。 今日も飯沢さんに話を振ろうと思ったのに、<laughs> 大どしどし質問が来たので、うん、<や>大林さん、おとなしいなと思ってたんだけど。け <laughs> ど、まあ、よかったです。私もまだまだ質問したいことがでしょ、<laughs> どしどし来て、あのうん、質問を送ってくださったので、皆様がすごくよかったです。はいろんな方が質問してくれてよかった、うん、よかったですね。<laughs> 聞いてよかったかっす。 <laughs> あの高野さんのおっしゃるとり、質疑応答の本編まで歩くぐらいな、なんかこう、<laughs> そんな感じですね。と <laughs> いうことですね。この間のね、うん、あの質問の出方を見たりしても、そう感じていたし、この方がよろしいのかなと思ってね、してみましたけど、うん、いいですね。 結構その社会的なことまで考え、うん、はいはいはい、本当に。あのこのご質問もね、いろんな観点から出ているので、ね、いや、これだけ幅のある、うんうん、ものなんだなってこともつくづく思うし。はい、うんまあ、なので、ちょっと3回目は結構こういうディスカッション、<し>まあだから私とかエクササ研究会メンバーだけじゃない。うん やっぱり中心を空間 OS にする基本的には他にもテーマ入れるかもしれないですけど、パネルの話は空間 OS の話をちょっとしようかなと。空間 OS であの前のいろんなので、成果発表会や何かで聞いてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、もう初めてう、ねうん、今日の空間 OS なんって何だと思った方もいらっしゃると思う まあなんでちょっともしかすると中川さんにも何回目だろうかって思いますけど、喋ってたらもう可能性まだ中川さんに言ってないですけど、っていうところはあれかな時間配分のところを、ね、ち,ょっとちゃんと考えた方がいいかなっていう感じです,です、ねはいまあ、けど、いい感じに、そもそも処方の話と今回重要なアバターの話が大体、でまあ、コミュニティとあ,とある程度、コミュニティとその 経済の話もできてきたので、まあまあ最後はいそういうところをまあもう応用というかこれからに向けて何をしなきゃいけない、もうちょっとコ具体的な話してもいいかなとは思うんですけど、このぐらいでまとめられたっていうところを、うん、また明日上一回の話した。うんうん、はいお願いしますね、まあ。じゃあ私ここら辺で失礼いたします。はい、はいはい、お疲れ様でした。伊藤、はい、さん伊藤さん伊藤さんはいナチョはい<え>、はい、パーマをかけられましたか？いや全然ただ伸び伸び。 なびびだけではい <laughs> <laughs>、はい、はい,は,いはい。はい、じゃあどうもお疲れ様でした。おいは,い,はい、お疲れ様でした。じゃあ明日もいいですけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。